テレビの総集編です、大北です。こんにちは、こちらから安藤さん。安藤です。藤原です。林です。別役です、このメンバーでお届けしたいと思います。おっす、おっす。ダメです。なんでですか？帰ってください夢の国のスタッフはそのホスピタリティがすごい。今日持ち込み禁止のものを持ってきれますので、食料、お酒、あとペット、非常に相手に嫌な気持ちをさせずに目を壊さないように断るっていう、なんか、持ち込めたら勝ちだよね。あ、こんにちは、お客様。言ったら持ってきて、お客様食べよう。こんにちは。ですね、ここはですね、夢の国ですので、はい、皆さん、同じものを食べて生活していらっしゃいます。それはディストピア。違います。この中には何でもあるんです。全てのものがあるので、ペースト状のもの、わざわざお客様がお家から持ってきた塩おにぎりをお食べにならなくてもここには何でもありますので。おにぎりもあるんです。これは、もっと素晴らしいものがたくさんありますので。うちで握ってきたおにぎりは大したものじゃない。いや違う、違うんですよ。それはそれで夢の後、一度皆様のこう夢を壊さないためにもですね、一度おしまいにいただいて、ここに売っているほら、燻製の、足、チュロス、いろいろ何でもありますので、そこは今一度腐っちゃう、ね、一度夢を見ていただいてですね、その後でも腐りません。これは夢の中では腐らない設定ですので、一度、帰っていただいてですね、そこで、お召し上がりいただいてから、桃の燻製。落ち込んだ。普通引き下がりますけどね、こんだけ言われたらね。そんなおにぎり食べたい人いる？ここは、ディズニーランドか。ネズミいいか。こちら、こちらちょっと、ネズミ出てこい、ネズミ。おーい、ネズミ出てこーい。おい、ネズミ、酒飲むぞ、ネズミ。アルコールちょっと。いや、君じゃないんだよ。ネズミが見たいんだよ。アルコールはちょっと。僕はネズミと一緒に。すいません、すいません。おー、アルコールどうだネズミ。お、なんか違うやついるけど。ケビン。おー、アルコールはちょっと、アルコールは。でかいネズミ、でかい。会話が成立してないですね。よし、パルトマン。はい、持ち込まれました。無理だろ、これ。お客様、いらっしゃいませ。ディズニーランドへ。こんにちは。ディズニーランドへ。こんにちは。ですね。こんにちは。ここはですね、人目当てに、人が、夢を目当てにやってくる場所でございます。はい。夢を見ることができる、生き物対象となりまして、はい、分かってまーす。わんこちゃん可愛いですね。わんこちゃん可愛いですけど、夢見てるよね。もっと大きな、そうですね、もっと大きなネズミだとかですね、犬の大きいやつが出てきますので、驚いたお犬様がですね、他の子供を噛んでしまったりとかしたら、一度、だったらそのでっかいネズミを追い出してください。いや、皆さん夢の中に、一級さんスタイル。犬とかを出してください。そしたらもう誰もいなくなるじゃないですか。うんこするじゃないですか。彼に聞いて、ちゃんとするんだったら、はい、いいですよ。はい。うんこするよね。しないよ。人のことは分かんないよね。分かるよ。でかいネズミ来たら怖いでしょ？怖くないよ。ダメです。なんでですか？帰ってください。もうお願いですから帰ってください。いや、二度と来ないでください。そんな強い口調で断る。外で。やまり断るのは無理でしたね。でも夢が壊れちゃうからとか、なんかちょっと絡めるんでしょうね。なん。詰め所。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これさ、1月24日ですね。あれ、この総集編の前に撮った。ああ、そうだね。ああ、そうですね。1ヶ月前だ、もうこれ。1ヶ月前。もう早いですよ。20歳が人生の半分で記事見ましたね。そうか、以降は。これもう20歳が人生の体感時間の半分。じゃあもう40年その人生ってことですか？もう何分の1、何分の1。40が人生でもう40はさ、生まれてから10歳までぐらいの感じだよ。全然これ関係ない。関係ない。関係ない。もうロスタイムですね、じゃあ。我々は。ロスタイムにすることじゃないですよね、これは。
でももったいないよね。でも二十歳までで試合終わりになる。半分ハーフも前半終わり。前半はね、前半終了。溜めてた力を後半に使うんですよ。セーラー知ってる何のことだろう。ミキあのディズニーランドに行くと燻製の足が売ってるんですよ。ミキマウス。いやミキじゃなくてなんか、ね、ネズミのってこと。行かないですか。ミキがない。ディズニーランド行かない。行くと行かない。いやこういう本当にあのクリスマスみたいなチキンかなんかの燻製を売ってるんですよ。みんなそれを食べてるんですよ。あれあのローソンに売ってるさ、あの骨ついてるやつあるじゃん。そんな感じです。あれをみんなこう食べ歩いてるんですよ。えチュロスみたいな感じ。チュロスみたいな感じ。肉を食べてる。骨付き肉。骨付き肉。原始時代じゃん。あんな大きなネズミとか犬とかいるところで肉を食べてる。そんなしょっぱいもん食うんだ。そうなんですよ。保存が効くから。こんなだ、うん。排気を少なくさせてるような様子を。動物はねいけなさそうだなと。動物ダメなんですね。ダメなんですね。意外と。だってその辺でうんことかしてさ、やっぱりうんこ。ミッキーがうんこ踏んだらどうするんだって。ああ。夢の国って制限ありますね。やっぱりそうじゃないですね。マジうんことかはダメなんだよね。おにぎりが夢を壊すのは意外ですね。おにぎり。そうだよね。おにぎり。だってお弁当持って行っちゃう人いるでしょう。お弁当はね、ピクニック気分、ねね、ダメなんだ。ダメ。お酒もね。でもお酒はさ、中でのなんかレストランとかでは出してくるんですか。利益率の確保ですね。ちょっと仕事から、はい。このペースでいたら結構しんどくなってくるな。おとといまでヨーロッパにいて硬い硬いっていうか伸びる。切れた時に前歯を折りそうだった。今静かな戦いが今前歯が抜けそう。これもう年末撮ったやつだな。めっちゃ前歯やった。今虫歯直してるんですよ。向かないで食べてるから。いや、うん、なんかまた虫歯なのか。虫歯なって今虫歯直して、歯医者にこれバレたらすげえ怒られるんだろう。言ってないです、言ってないです。なんか前歯が欠けてるんですよ僕。でこれ直すって言われて、いやいいですって言ってるんですけど、どうしたのこれって言われて、いや分かんない。分かんなくないだろ。いつの間にか欠けてました。って言ってます。申し訳ないな。でいやそこじゃなくて別のところ今直してるんです。奥歯欠けたところは直さなくていい。直したいですけどなんか、うん、ね、前歯ってなんかさ、すごい硬いさ、あ、物質で直したらいいんだよね。うん、パリーって。そう。なんでもいける。なんでも向かないでいけるやつ。あのヒップホップの人たちがこうはめるやつあるじゃないですか。金のやつ。金のやつ。あれでなんか強烈なのないですかね。あそれでなんかさ、すごい鋭くなっててさ、こう包丁みたいになってるやつでいいんじゃない。口血だらけになるんですよ。唇とか血だらけですよ。そっか。でそれなんか売ればいい。向かない安藤。そうだね、向かない安藤になれる。君も、うん、いやいや、うん、直してますよ。グッズで金歯でもいいですね、うんうん、そうだね。あれ稼いだ財産を歯に入れるらしいですよ、ヒップホップ。へぇー。金に変えるの。あ、取られない。取られないから。死んだ。金本位制なんだ。そう。歯に金入れるって言ってましたね。それかな、俺たちも。俺たちも。歯。たちんじゃないよ。俺も。一緒にされてるけど。やっぱぽっちゃりは優しい。大きいカメラ持ってる人は、そう、余裕があるんですよ。はい、デイリーポータル Z 林です。そしていつものはい、岡田です、よろしくお願いします。はい、今日お呼びしているライターはこの方。ライターの小坂井真澄。みんなちょっとセーター褒めてあげてほしい。あ、そう、そう、そう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 、私の一押しのセーターを着てます。小坂井さんは犬が好きすぎてずっと犬なのこれ。なんだと思ってるの。なんか知らない変な生き物がみたいな。デイリーの人だからまたそういうの見つけてくるのかなと思って。
いるなんですね。いいですね。ビショーフリーゼとかいう犬ですね。へー、はい、夏はずっと犬の絵の描いてある T シャツ着てるんですか。今年はもう毎日犬の T シャツ着て、うん、今年の夏の生地は全部そうですよね。あ、これそうじゃないですか。あ、これもそうです、ね、そうですね。ちょっと近くに来てる。あ、これも来てる。あ、もうかわいい犬の、はい、ちょっとわかりにくいですね。20枚くらい息が20枚犬の T シャツを買った。色んな柄があったの。とにかく犬の T シャツを着て、はい、はい、犬の T シャツ着てると、お、犬って言われます？言われないですいや、なんか犬好き同士のなんか符号になってる。ああ、可愛いねとは言われます、うん、あ、T シャツが、はい、そんな小坂井さんなんですが、はい、まあ、小坂井さんといえば地元の人だよりの旅が最近はもうずっとやっていただいているライフワークとなりつつある企画でございます、はいはい。でね、さっき話をしてたんだけど、小坂井さんはこうやってなんか地元の人頼りの時みたいに一人の人に声をかけるのは割と大丈夫だし、はい、1対1でおしゃべりするのは全然大丈夫、はい、なんだけど、いっぱいの人を前にするとこんなにそのロジョが硬いなって。なんでだそれ。小坂井さん見てください今日、はい、すごいっすね。こういうのが苦手。そうなんですよ。みんな敵だと思ってください。4人以上集まらないとちょっと。4人以上すごい少ないね。4人集まられちゃう。小さい村の出身じゃない。東京葛飾。小さすぎる。都会生まれ、都会そうですね。なんでなんですかね。まあそうなんですよ。結構本当にこういうのはもう行っては。バンバン人に聞いて、うん、そう、この記事ね、私もうずっと何回も言ってるんですけど、すごいのがあって、あの、ね、これですよ、これこれこれすごくないですか。自転車に乗ってる人を止めて、おすすめの場所を聞いて、写真を撮らせてもらってるんですよ。地図を持たせて。そう、写真みんな嫌がるじゃないですか。いや、嫌がんないんですね、意外と。そう、すごいんですよ。特殊な交渉術でも、まあ、ポイントはもう、はい、停止姿勢で、もしよければみたいな感じ。写真、結構写真、また写真よな、みたいな。あ、でもそしたらもう手だけで全然いいんですって言って、あ、手が、手、う、取、ん、っちゃう、顔。いや、それは、それやるな、すみさんがやるやつ。すみさんがやるやつ。はい、そう、でもこれは、はい、自転車の人を止めたわけじゃないですよ。信号のとこに待ってて。あ、信号待ちしてたの。信号待ちして、信号青になったらいかんとしてる人にすいませんって言うのが、そう、あ、あとちょっと、あの、この時間で、みたいな。へぇー。絶対終わんないんですか。終わんないでしょ、終わんない。しかも、いや、いくら、ね、はい、1対1が平気っつっても、トラーっていうのはない。ない、ない、さすがにいなくて。でも、この方はわざわざ、あと引き返しに来て、はい、もう一個あったって言って、自転車で戻ってきてくれた。もういいよ。めちゃめちゃ、いや、それなんだよ。地元の話やったら自慢したいよな。まあ、とそうですよね。いやでもさ、これ見たらすごいやっぱいい旅、いい旅できるよね。いや、めちゃめちゃいい旅してるんですよ、毎回。もうすごいですよ。まあ、外すのもあるとは思うけど。いや、そうですよね、うん、その気をてらって、なんかその言っちゃうみたいなのあるじゃん。パパさんの人生のクオリティオブライフは高いですよね。 QOL が高いですよね。そうそうそう、いや、すげえ、いいとこ取りですよね、うん、これガイドブックにしてそのまま行きたいなと思うぐらいだよね。あ、本当に。 ありがとうございます。1回に20カ所ぐらい行くんですよ、うん、だからそうですね、どんどん行けばあっても、うん、まあまあカバーできる量を使って。20カ所とか行ってる。行ってる。すごい。どうしてるんですか。どこの何で移動してるの。あ、でも原付か自転車、電動自転車だったり。ものすごいノウハウが蓄積される。そう、でももうめちゃくちゃなんですよね。あの、あっち行ったりこっち行ったりとか。あ、まあそうですよね。そうそう、その聞いた人なりに動くわけですから、ね。そう、なんか、その普通のこの町の人の表情が柔らかいんですよね。そうですよね。そう、喋った最後に撮るんで。何枚か撮るんですか。あ、何枚かは。そうですね。で、柔らかいやつ使う。まあまあまあ、そうですね。うん、そういう顔にならないんですよね。私とか交渉するとすごいテンション高く交渉して、向こうもめっちゃテンション高くなるから、なんか、いや、顔とかちょっと無理ですってこうなって。テンションの高さが裏向きで。向こうもテンション高くなっちゃって。自然な感じが全然出ない。これとか本当すごい。そう、これすごいいいですよね。そう、
そうですね。そう最後に撮るのは一つあるかもしれないですね。仲良くなったから。そう最後に撮るこれ、その小高さんって、はいはい、まず聞いていい人かどうかを見極めるっていう一つの最初の段階があって、それで聞いて良さそうだったら、なんて話しかけるか。この回はね、この人、編集部で驚愕したのはここですよ。なんか公園で飲んじゃってるおっさんに声かけるっていうのがすごいですね。これ一人一人です。声かけなんか固まりすぎていてね。いや、なんか、いけそうな顔してんなと思って。なるほど。え、人相的にはどこを見るんですか？でもやっぱ、ぽっちゃりは優しい。ぽっちゃりは優しい。ぽっちゃりって言っちゃうのはあれですけど、例えばこの会場で、そうですよ。そう。この方だったら。この人一番話しかけ、この人に話しかけるわっていう人。この人。この人。ある日までいいですもんね。一番ですもんね。うん。あ、まあ、一番じゃない。あ、でも、メガネかけられたから。なんかそういう話しかけられた。絶対、答えてくれる。なるほど、ね。笑顔が優しそうだ。ああ、優しそうだね。あ、でもそうですね。あの方。笑ってるからかな。そうだね。あ、まあまあ、そうですね。でも、笑いながら歩いてる人いないじゃない逆にそれパスだよね。やべえ。なんて言ったら、じゃあ、方に、なんて、ボタンがの、なんか、おすすめ聞くとしたら。あ、まあまあ、まず、ちょっとお時間ありますかっていうのを。ちょっと時間ありますか、はい。ちょっといいですかって言って。すごい、それキャッチみたいじゃないですか。キャッチ？そうですね。でもなんかこう、大概こう、なんか、大きいリュックを背負ってるんで、旅人っぽい。あから、なんか、あそこで。旅人をテントしてると、ちょっとこう。そうですね。カメラを、なんて言うから、ね、なんか、そうそうそう。そんなには。そんなに、あ、なんかじゃあ映画のケントが見つけられるんじゃないかあとなんか、ハルスさんはずっと前に言ったと思うんですけど、その東京から来たって言うといいよ、みたいな。ああ、それは、うん。それは使ってて。東京から来たわ。私初めてなんですよ。で、そうそうそう、それでもうあなたの個人的なに好きなところはどこですか、うん、あの男同士が結構警戒される。あ、それはもう絶対ダメですよ女性同士が一人がもういいやって、ね、もう頼まないですね。あ、同行でカメラ同行で人に声かける系は、うんうん、あんまり頼まないです。じゃあこれとかも全部一人。そうです、三脚とか使って。じゃあ夜中さん暗いところでおっさんにいろいろ連れ回されるじゃん。はいはいはい、連れ回されるこれね、そうそうそう、おっさんとマンツーだってこと。あ、この時でもたまたまカップルがなんか私たちも行くみたいな感じで、はい、あ、本当でしたね、はい、うん、でも撮ってるのは全部私です。うん、小坂井さんでもそういうなんか女性の中でも、はい、ハードル下げさせるじゃないですか。ガードを下げさせるじゃん。そうですね、笑顔ですかね。笑顔ですかね。自分でね。違う。これでもね、小高さん浜崎あゆみみたいだったら多分なかなか厳しいですよね。まあ、そうですね。キラキラした感じだったな。キラキラしてね。あ、でもそうですね。ラフな格好とかですね。ああ。のが。でも犬のそのセーター最高ですね。絶対無理じゃないよ。それもそれカバーもやっぱり売ってないんですよね。たまたま見つけたんですよ。そうなんだ。雑貨屋に鍋の絵が描いてあるセーター持ってるじゃん。それで買ったんですよ。鍋とあとバナナのセーター全然十分です。でもこういうの着ていくと怪しまれないっていうのはある。犬の絵とか偏差値が低そうな。そうそうそう、あんまりだよ。いいよ、いい意味で偏差値が低い。あ、でもなんかミスモらしくするのは一つだ。ミスモらしく。バックパッカーとかってなんとなくやっぱそうだよね。警戒心をしてくれるっていうのは。そうだよね。小坂井さんでっかいカメラぶら下げてますよね。あれはすごいいいんじゃないかなって。あ、そうなんですか。旅行者っぽい。旅行者線としている。あ、よそ者的なの。うん、だから教えてくださいっていうのは。三脚持ってね。うん、小坂さんなんか前にデイリーが励ます会のインタビューで、はいはいはい、あれで
いろいろティップスを聞くやつで、はい、コツ聞くやつで知らない人に話しかけるときに、カメラ持ってる人はいい人って書いてたでしょ。ああ、はい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 。カメラ持ってる人、大きいカメラ持ってる人は優しいっていうのはイメージですけどね。お金持ちだから。そう、余裕があるんですよ。あと写真を撮ろうという心の余裕があるわけですよね。お金と心の余裕があるんですよ。で自分もカメラ持ってる。そう、あカメラ持ってる人同士ちょっと仲良くなるのがありますね。そう、犬の飼い主同士仲良くなるみたいな、うん、俺なんかインド行って、うん、俺ビデオカメラ持ってて、うん、知らないインド人がビデオカメラって言って、インドでもうさ、なんていうか、好きあらばなんか物撮ってやろうみたいな雰囲気の中すごいそこだけ一瞬打ち解けた。あ同じ気がついたらなかったっていうね。あいつ2個持ってるんだよね。まあ、小坂さんといえば、あとは、寿司好きっていうのが一つあるいいねー、はい、で、寿司が好きって言えます？ちょっと言えなくないですか？寿司が好きだなんて、私は人間ですって言ってるみたいなもんじゃない？当たり前すぎて、ね、そうそう、でも小坂さんはずっと寿司が好きですって言い続けてるんですよ。ほど好きなんですよ。そう、だから、好きが好きな人、うん、寿司が好きだということでちゃんと認められる。酸っぱいものが好きって書いてあるよね。あ、酸っぱいものとそうそう犬が言っちゃいたのね、はい、うん、酸っぱいものと犬が好きなんですね。酸っぱい犬はどう？最高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 ツンとする犬とかこれ寿司食べて泣いてるよね。あ、そう泣いちゃうんですよね、美味しいとね。あ、最初が美味しいんですよね。そう、ここは美味しかった。タイなのにすごい美味しくて美味しそうですもんね。いや、めちゃめちゃ美味しかったです。ここ結構高かったですよ、日本と同じくらい。いや、確かにそこそこの値段してますよね。しました後半、シャリが寿司飯じゃないところが出てきて、それですごい落ち込むんですよね。この回にやりましたっけ。この回が好き。この後ですよ。この後こう、あ、そうそう、これは驚きでしたね。が入ってないんですよ。あとこれいい T シャツ着てます。アイラブチェック。アイラブチェック。こうやって人のね。わかりやすく。あざといな。これは一人ですか。これは藤原さんと一緒に。なんか企画っていうと、デカボーで10枚やイベントで。はい、そうそう。無断欠勤って言うこれ。違う。あ、違う。それ食べずに。ごめんね。あのイベントに呼ばれて本当に誰も行く人はいなくて、そうでしょ。急に海外に飛ばす出張。あれでもすごい不思議ですね、藤原くんと2人で。そうそうそう、謎の組み合わせですよ。そうそうそう、毎日青菜を食べてたっていうのは。え、何で青菜？青菜？え、何で？いや、藤原くんが好きなんですよ、青菜。青菜炒め。え、青菜炒め。青菜炒めが好きなの。必ず食べた。どうでもいいかもしれない。どうでもいい知識を今皆さんに言っている。青菜かよって。お寿司、そう、スーパーも酢が入ってない。あ、そうだったんですね、はい、そうだそうだ。いや、これはでも本当に、あ、でもこの時は本当に怒ってますね。ああ、そう、あ、屋台はまだ可愛い。はい、15円だし、あ、しょうがないなっていう。可愛いな、ちっちゃいし。でもこれ見た目普通にのサイズなのに素じゃないんで、素やくらい。どうかどうか。かっこいい写真。寿司ポリスは世界の平和の寿司を願っています。いい実に、ね。はい。そろそろお時間です。え、終わり？そうなんですよ。最高でした。はい。でも酒井まる子さんでした。ありがとうございました。ずっとしてますよ、ね、知らない人に話しかける。小坂井さんのこの知らない人に声かけていくっていうのも結構長いですね。長いですね。長い、うん、でもすごくあれなんだよね、テレ屋さんなんですよね。そう、あ、本人が、うん、知ってる人に対してはすごい人見知り、人おとなしいんだよね。そう、知ってる人の方が喋れないって。って毎回もそうだよね。読者代表って言いながらね。代表はちょっと癖が
荒れすぎますよね。あんまり見ないタイプのおっちゃんがいるなと。癖が強すぎる。イベントでさ、全部岡田さんがお客さんとかだったら嫌だね。陽気なおっちゃん。15分ぐらいがデフォルトになったんですね。この回から。どうしたと長く。長くやってること。空気感というか、人柄が分かるように。なんか割ともっと見たいみたいな反応多いもんね。撮ってんのは30分。最近ツイッター動画も時間制限外れてるところがありますね、アカウントによって。ああ、らしいですね。ずっと長いなぐらい、ね。みんな長いのかな。いろんな。テレビの代わりなのかな。ああ、スマホでずっと長いの見てるって感じですね。でも、めちゃくちゃなんですよ。見ますか、長い動画。これあんま見ない。僕見ないです。やっぱ途中、やっぱちょいちょい飛ばしてみちゃう。飛ばしてみちゃいますか。字幕あるとやっぱ便利ですけどね。うん、長いやつね。小僧会社のさ、全然変わんないね。ああ、変わんないですね。うん、変わってんのかな。喋ってる内容も見た感じ。そうだね。髪型も、髪型もそんなに激しく変わんないんですよ、ね。うん、これは、コンテンツで、そうだね。やったやつですよね。新しいノートで。これ見るとやっぱこうすごい歪んでるのわかるね、下の。そうですね。あれ、あの板、こんな。下が歪んでる。歪んでるか。板がさ、下の、あれこんな扇形じゃないよ。こんなバームクーヘンみたいな板。建物がだってバームクーヘンっぽい。そうだよね。歪んみたいなね。うん。これコンテンツの最後のやつですか？そうですね。最後。最後です。はい。からまた、うん、基本的にはこうニコ玉で撮ってるんですか。そうです。もう誰でも見に来れるんですかね。ね、希望すれば。そう。でも次回はちょっと変えようって。ああ、そうなんです。うん、励ます会しようと。励ます会限定。励ます会に入れば、そうです。見に来られる。みんな楽しめるという。マウントは取られてるけどマウントを取る旅。はい。石田さん、マウント取りましたけど、もう観念してもらっていいですか。いやでも俺お前より身長高いからな、ちょっと。それは。それにインスタのフォロワー数もお前より上やしな。もうそうっすけど。あと完全にお前の方がメタボ体型やしな。そう、俺の方がマウント取ってるやろ。そんな気持ちです。インスタのフォロワー数もお前より上やろ。そうっすけど。あと完全にお前の方がメタボ体験です。すごい、すごいハイレベルな争いですよね、体験は。そんな気持ちです。終わった。何の説明もない。石田さんと酒井。石田さんがあれに出てる回を見ましたよ。メガテ。ああ。すごいよね。石田さんも出てんだっけ。行者の体験する回って言って、滝に打たれるやつだったんですけど、それちょっと酒井がスケジュールだったか体調だったかで、急遽石田にありましたっつって石田さん出てましたよ。全然キャラ違うのね。そうですね。石田さん、滝にめちゃめちゃ打たれてます。かわいそう。いいリアクションですよね。でもね、そんなね、楽しい回じゃないんで、あの、芸人さんみたいな、わーみたいな回じゃなくて、行者はあれ、何やってんのかみたいなのを、普通に考える回みたいな。素で打たれてるんだ、その、リアクションじゃなくて。漢字を書き取るみたいな、写経みたいなやつをやって。なんか数えるんですかね、うん、絶対に無理な数を言われて、うん、深夜2時ぐらい無理っつって寝るんですよ。
でそういうお咎めはないんですけど、うん、そういうことをやってなんかこう心が現れる。NHK スペシャルサグラダファミリア天才ガウディの謎に挑むを見ました。建築家のガウディが残した数少ない資料をもとに建設中のサグラダファミリアを紹介する番組で、まあ NHK スペシャルって言ったらめちゃアカデミックで見たら賢くなった気になる大人向けの番組やと思ってたんですけど、番組始まったらサグラダファミリアの一部の亀の彫刻が突然ポワワーンって CG になって、私はここで100年以上建設の様子を見てきたのよとか言ってナビゲートしだすんですよ。うわ、亀喋ったで、今回そんな感じで行くんや、ヒゲジ的なやつおるんやって。で僕はこういう NHK 教育的な演出大好きなんですけど、こだわり強そうなガウディ生きてたら建設の手止めてクレーム入れてきそうやなって思いました。で番組は建物の中の一番大事なイエスの塔っていう部分をさあ今から作るぞってところに密着するんですけど、びっくりすることに建物のてっぺんのイエスの塔の土台になるとこでどうやって建てていくかを話し合うんですよ。建て方今ここで話し合うんって感じじゃないですか。窓が巨大な三角形だ、設置が極めて難しい、でも100年も強いに作らないと、いやあんたらもっとあったかいとこでやりやねえ。でもこの手探りすぎへんってところがサグラダファミリアなんですね。改めていいシーン撮ったなって思いました。これすごい再生回数多いね、3000回超えてんだね。あ、本当だ。サグラダファミリア、うん、サグラダファミリアの層が流れたのかもしれないですね、うん、実際に知りたりしたら。あ、NHK のね、 NHK スペシャルで検索してみたら。あ、そうか、あのなんか見逃しちゃって YouTube に載ってないかなって言ったら、うん、これがこれだ、うん、ユルマの最終定理を解説するみたいな動画、フルフルテレビでやっぱ再生回数2万回ぐらい、みんな気になったんやな、中身全然ない。ヒロエ君の唯一のレギュラーというか、やっと掴み取ったレギュラーが、うん、千鳥の愛席食堂っていうんですよ、うん、あれギャラクシー賞っていう取った賞がテレビ界最高の賞で、テレビ番組でこれは新しいとか素晴らしいみたいな賞を月間だったか上半期かぐらいで、ギャラクシーがあって、うん、でもレギュラー1本しかないので最高賞もらってすごいすごい、放送作家の仕事、放送作家の仕事ですね。放送作家ですからね。そうですね。今週はね。あ、でもあれよ。あの、AR3 兄弟の人だったのやってます。そうそう、あの、岩沢さんがディレクターなんですよ。ん？デバッグ・トゥ・ザ・フューチャー。ああ。どこの、うん、ああ、あれ、あれ、ヒロエさんが。ヒロエ君もサッカーに入ってるらしい。へぇ割とじゃあ、この辺人脈で作ってる。そうですね。そうそうそう。活躍してますね。久しぶりじゃないですか、うん、久しぶりです ねこういう編集するんだね。あとメガネをかけるソルザーみたいな。そうドキドキするな、うんうん、結果分かってたんだけど、うん、一回見たなと思って見たし、まあ、だいたいもう見なくても何が起こるかなんとなく、なんとなく、なんとなく
これカメラ何台？これカメラ1台。あ、1台。意外とこれやってなかったの？そう。トランプっていうの。やってなかったですね。なんか YouTube で普通にマジックの動画見てて、うん、思い出して。あ、そうや、俺これやってた。忘れてたんだ。うん、うん、この音がまた中一っぽい中一っぽい音楽ですね、ここね、うん、そのさ、メガネの方、本体の方で藤原の顔の方がいいだろうってなんでメガネかけるのアイコンとして見えない、なんとなくですか、うん、今週はハンドパワーだみたいな気持ちになった。はい。そうか。いけーみたいな。俺のハンドパワーいけー。なんかあんまり好きじゃないかった。あ、私も私も。ちょっと。あ、柔らかい。あ、柔らかい。うん、うまいうまい。酸味が少ないです。そうだね。ちょっとこう形の、あ、もうダメだ。あれ？うん、美味しいよ。あ、美味しい。なんかだいぶ高級感出てくるね。戻ってみよう。歯につくな、めちゃくちゃ。ちょうどぐつらぐつら。こうなっちゃうんだね。うまっ！うん。はい。つくね。すごいレベルでつきますね、これ。口の中になんか物をつかせたい人はやったらいい。ぐつぐつしてきた。チーズタラでさ、あ、ほらほら。知ってるやつだ。ちょっと歯につきますね。歯につくね。歯につく警察だね。ちょっとほんと歯についちゃって。嫌になっちゃうわ。嫌になっちゃうわ、ほんとにもう。何なんだろうね。何なんだろうね。あー、うん、バリバリのね。顔先行のかな、顔うまいね。なぜチーズ、うん、バリバリ、うん、検索ヤフー知恵袋比較でくるかな。ウィニングチーンだ。おあ、なんでジャンプっぽくしたの。ウィニングチーン、シャー合わせずれ。これパンに挟んでもいいんじゃないですか。あら、はい。奥目もなく、うん、キャンディーチーズ2個500ワットでかけるだけでコロッと柔らかくなって美味しくなります。1個ぐらいのケースいつも。スマホで見たら、うん、なんかこの正方形がブイーってアップされてたのが、最近されへんとかいう話もあって、うん、そんなんただの損じゃんみたいな、どんどんちっちゃくなってる。あ、真ん中にじゃないですか。なんか YouTube ではなんだと思うんですけども、ならないパターンもあるのかな。チーズってめちゃくちゃチンしてますね、うん、あーチーズチーズ。でも最終的にはこうなんだね、全部ね。もう最近チーズバリバリのやつに、うん、無音で平行移動する。だいたい1分でいいですかね、うん、そうですね、うん、チーズで基本的に臭いってことで初めて気づいて、ここで、うん、これもチーズ嫌いじゃないか。でも温めたチーズ好きなんですよ、ピザとか、うん、で冷たいと臭い、うん、温めるといい匂いになる。そうか。でも冷たい方が匂いしなくない。あ、うん、なんか温めると匂いが出てくる、うんうん、そうです。臭いのはね温めるとなんか食べやすいみたいな、うん、臭いチーズ好きになるような喉になる、うんうん、あなるね。臭いお酒も好きになりますよね、うん、臭いも好きなのね、うんうん、臭いもの多いよね。臭いものクラフトビールとかだんだん臭くなってくるよね。あ、美味しいもの美味しそう。チンビも臭いし、うん、どんどん醤油化していくものとカルピス化していくものってありですか。カルピスか醤油か。お酒の強いやつとか、癖の強いやつって醤油っぽいもの。ああ、醤油っぽいな。醤油ね。で、日本酒の美味しいやつとか、大体カルピスに近くなっていくみたいな。マッコリとか、ドブロクみたいな、うん。焼き物ですね。焼き物。中はねっとりって書いてあったね。将来はね。今はガッサリ。先手先手。でも甘いよ。けど、砂がすごくね。動物園みたいですね。だから猿は洗ってんだ、これ。今剥いてたよ、ビニール。もう何だか分かんないですよね。加藤正幸さんの回で、うん、ジャガイモ毒だって言われて、うんうん、怖かったですね。あ、うん、いや死にますよって言ってね、うん。死にますよ。見てます。ああ、もう死にました。見てないでいいな。でも知能は結構多くない。いやでもなんか。
林さんが言ったんですよ、これなんか今の基準だと思う。そう、ジャガイモって今の食品基準だ多分、OK、ああダメだ、毒すぎて。大丈夫だよ、ダメらしいですよ、ジャガイモの青くなった皮ダメがダメなんですね。目が毒なんでしょ。目もどう、青い皮も毒なんだよ、うん、はい。あ、そうよ、アクとか多分微毒なんですよ、きっと、うん、あと痺れるのは。安藤さん今ヤフーで配信してるじゃないですか、うん、他の安藤が、うん、でザクロの動画がすげえ大ヒットしてたじゃないですか、うん、あれザクロ有毒らしいですよ。あ、見た、テレビで見た。あれ食べてなんか死んだかなんかした人がいるって、うん、あーなんかね、大丈夫だった、大丈夫でした、うん、で食べてないですからね、むしろむしろ食べてないですから、ペッて入ってますから、ね、結局変な味したんだけど。植物は怖いですね。植物は、植物は、さあ、はい、舐めて口に含んだだけで危ない分だけは避けた方がいいね。そうですね、事前に調べとかないと。でもスーパーで売ってる野菜でそんなものなくないですか。でも豚肉もさ、うん、生で食ったらしいんじゃない。あとナメクジってやばいらしいよ。脳が壊れるやつ。言ってないから大丈夫ですよ。取ってきてやらないですもん、他のやつの。レタスとかについてなければね。そうね、はい。一辺テンションがあって、その辺の草が臭くってる回あってね。そう、一線超えた。むかないとかそういうレベルじゃなくなってるやつね。そうですね。死に終わりは嫌ですね。死なない安藤にしよう。そうだね。死なないでほしいね。知らないアンドバンジージャンプとかで、やべ生きてたって終わる。いやでも毒はやっぱ怖いですね。知らないアンド凍ったさ池の上とかこうスキップして、そうだね。薄い薄い、ここ薄い。ザワニとか出てくる。あ、そうだね。もういやワニワニ安全に行きたいですよ。藤原、藤原会ですか。好きなキャベツ料理ホイコーローです。即答だね。はい、デイリーポータル Z 反省会です。編集部の安藤です。そしてはい、デイリーポータル Z 林です。いつも読者代表。ずいぶんなんかここさんと違うけど、こんなんじゃなかったでしたっけ。なんかちょっと違う。まあ岡田です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日反省してもらう人はこの人、編集部の藤原です。はい。わー、はい、今日小賀さんがちょっと病欠ということで急遽、はい、インフルエンザで、ね、はい、向かないのをちょっと進行させてもらおうと思ってます。で、いきなり藤原君ということでですね。はい。はい、今回の反省する、はい、まあ出てくる人と反省する、まあ、うん、取り上げる記事のリストが小賀さんからこんな感じでっていうのが来てたんですけど、ね、藤原だけ、藤原は最近何をしているのかっていう一行を書いたわけなんですけど、今ライター紹介のところにこれまでの記事があって、うん、見ると随分書いてない。書いてないっすね。2018年ね、4本しか書いてないんじゃないの。あ、あと大友さんと、あ、そうかそうか、一緒に書いたのもありますね。1本ね、2本、2本、最新作のですね、二重振り子に、体をつけるの時に、これ年末だったじゃないですか、収録が。はい。で、年末割と編集部がバタバタしていまして、藤原いないねってみんなで言ってたら、はい、ピコーンってメッセージが来たんですよ。はい、ちょっと会議室来てください。で、言ったら、呼び出しですか。これを作ってた。できたから見てっていう。あ、できてから、できたから見て。そうです。ね。はい。で、その見たんですけど、別に収録でも何もなく、見せて自慢されて。あ、その時の様子はないんですね、記事に。じゃあ、あの時の様子ってあるの？ないです。ないか。はい。なんか橋田さんが撮られてると思って派手なリアクションをずっとしてたらしいんだけど。ないか。あ、最近何をしてたか。そうですね。うん、朝ほら起きるじゃんか。はい。で、一日のちょっと説明をし、うん、朝起きて、うん、で今日の原稿のスケジュールを確認して、うん、家で、うん、すごいみんな見てるよ。で、うん、夢みたいだねこれ。みんな見てるよ。これぞ反省会って感じ。いやいや、まだ朝、まだ朝、起きた瞬間だもん。まだ11時ぐらい。はい。
原稿の準備、公開する準備をして家でして、うん、公開をしました。しました。まあ11時ですよね。はい。うん、あの新しい CMS になってから、はい、登録した人も間違えて登録した人の名前がライター名に出ちゃうことある。そう、作業してる人の名前。だから11時5分ぐらいまでに出入りを急いで見ると結構な記事がライター藤原浩一になってる。あのそうですね、うん、この前入るまであの藤原マリアさんの記事も藤原浩一になってる。これ藤原つながりで自分の記事にしたと思って、うん、そこ入れ替えなきゃダメだね。そう、手で、うん、今まで藤原君はそのコーディングという作業をしてきて、はい、これからそのライターがコーディングをするようになる。はい、そうです。あの、うん、ライターがこれまではワードとか Google ドキュメント書いて、それをそのサーバーに入れる形に整える作業があったんですけど、今度は直接ライターからもういじれるようになって、はい、藤原が職を失うんですよ。アップまでやっちゃうってこと？そうです。へ、アップしたの編集部でチェックをしてになるので、機械に仕事を奪われた形に。まさにそうですね。じゃあもうこういうのバン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 やるしかない。3日ですよ。3日、これで6日。あ、でも午後の予定まだ聞いてない。そう、午後聞いてない。午後会社に行ってまだ一食も食べてない。お昼に軽く食べて、軽く食べて、はい、うん、何を今日は何を食べましたか？今日おかゆを食べました。おかゆ食べた、はい、おかゆを食べて、はい、で出社と。出社、うん、会社に来てから16時の、うん、作業する、作業をする。おかゆ食べてるの？今。いやいや、今ちょっと電話だった。おかゆはあの自分で作る。母が作る。母が、はい、母が。藤原大体覇気のないもん食ってるね、よくね。なんかあの覇気のないもの。前なんかどっか取材行く時に水と塩おにぎり食ってたからさ、はい、なんか全体に味のすげーシンプルライフですね。味のない人だなと思ってたんだよ、なんか。いや、たまたまだと思う。はい、すげーな。それだと、それだとここまで育たないですよね、多分ね。食べ物が嫌いな人みたいです。でもこの反省会の収録、あの編集が1日かかるっていう、はい、あの30分みんな好き勝手なこと喋るから、これを5分ぐらいにまとめるのが大変。はい、ああ、まあ、今、俺、喋っちゃった、今、はい、藤原は、はいって言う、はいって言うだけになってる。しまった、まあ、また俺、言っちゃった。藤原君、プーテレもやってるもんね。あ、プーテレも撮ってる。プーテレは、週1。各週。各週で、はい。最近のプーテレは？最近は、クイズとかを撮ってる。もう、机の。机の裏の色。どうでもいい絵描き歌。はい、は何時間ぐらいかかるんですか？あれは3、4時間かかります。え、なんで笑うの、みんな。いや、結構かかってんなって。あ、そういうことか。大変だよね、動画の編集。動画は時間かかるんですか、ね、あれ聞いたら、はい、あれプレミアじゃなくてアフターエフェクト使ってんだよね、あれ。はい、あのだってペンが動く様子をね。アフターエフェクトますか？とってあのバーンって炎を出したりするやつよね。プレデターみたいな字が出せるやつ。でも僕の中ではアフターエフェクツはあの線がだんだん出てくるっていう機能だけで使ってます。アフターエフェクツ使ってる事件で結構笑ったんですよ。そういうものすごい特殊効果の特殊効果のソフトだから。え、これでそれ使ってるのっていうこと？そういうことです。そういうことです。書いときゃいいんじゃない、アフターエフェクトって編集。うん、この動画は、うんうん、アドビのセミナーに呼ばれるかもしれない。ね、振り子すごくよくできてたね。あ、振り子見ようよ。見ようよ。これ何日かかる？これさ、うん、あのどうしたの？これ。な、いや、面白いなと思って。あ、これがこういう、はい、ちょっと来てくださいって言って言ったらこれができてる。自慢されて終わりっていう。はい。はい、あれベアリング入ってるのね、うん。ベアリング、はい。今の足？足です。足。あ、取ってっからね、手はね。そうだ。藤原いつもなんかあの手がいっぱいになるよね。ブって。
カメラ持ってると手が使えないんですよね。そうさ、なんつうんだろう、こう1万年ぐらい前に気づいてくるなんかね、なんだろうな、その藤原が手がいっぱいになっちゃう問題があるんですよ、はいはいはい、西垣さんが撮ってくれたニュータウンの時の動画、 あれ見ると藤原が手がいっぱい、 あのいっぱいいっぱいになってるシーンがあるから、それをちょっと見てもらいたい。こうほらクイズを出して、あの写真を見せる、作詞だからボタンを押して動かしたいんですよね、うん、動かしたいけど自分が撮ってるから、うん、どうしたらいいんだどうしたらいいんだってなってる。うちのちょいのお手本みたいって言われてる、うん、これこの前の机の裏クイズの時もこうやって撮ってて、この写真を見てくださいって言って裏、さあじゃあ答えはって言ってこう分かんなくて、もう、まあ、もうっていう、うん、あるね、藤原くんあるあるですね、うん、藤原あるあるだね、手が足りない、手が足りない、手が2本しかない。最近面白かったテレビとかない？もうさ、困らせないでよ。必死だよ。僕金八先生見てます今。今 DVD で、ああやばいぐらい、俺この間まで北の国から見てました。やばいぐらいな、負けますよ俺。今見ると一番最初のやつ。あ、全然違います。ちょっとわかる。でも今見るとやばいですよ、ね、そうなんだよね、目線が変わってんだよね。今見てください。藤原君が会話入ってこないと弾むね。そうね、今藤原休んでるなと思って。そっちの気になるぞ。すごいね。気配を消しただろ今。そう。何見てる？ネット？ネット見てますね。YouTube で何見る？ YouTube で、あのパルクールが失敗する。ああ、わかるわかる、はい。パルクールって何ですか？飛んだり跳ねたりするやつですね。屋根の上をとか。ああ。塀とかをさ、走って越えたりするやつ。はい。屋上から屋上に落ちちゃうやつ。落ちちゃうやつ。はい。べちゃって。べちゃって。飛び降りた物置の屋根が破れて中にズボンみたいなやつ。そうなんですね。それあのパルクールスペース失敗っつって、はい、順番に見てんだ。そうです、ね、これは折れたなとか思いながら、はい、痛そうだなって。あとあの交通事故の車載動画とかよく見て。ああそう、割と似てる。車載カメラ、はい。あ免許持ってんだっけ？持ってます。あ、持ってんだっけ、はい。だから今どんな車載カメラの映像を見ても、うん、このあと事故になるんじゃないかって気持ちで見られます。来るぞ来るぞって見てんだ、はい、最近食べて美味しかったもん。おかゆです。おかゆは味はあの、うん、梅昆布茶を入れる。梅昆布茶を入れる、はい、本当に、はい、本当になんか食べるものが薄いよね。なんか霞を食ってるみたいな。そう、キャベツが好きなんだよね。キャベツも好きですね。キャベツが好きって、そうか。キャベツとおかゆが好きなんだ。はい。好きなキャベツ料理って何？ホイコーローです。あ、即答だね。すごい強かったね。今の一番語気が強かった。そうね、力強かったですね、一番。これ藤原、これこの動画編集するときに最初のこうダイジェスト、面白いシーン出すじゃん。ホイコーロー。ホイコーローです。そこから始まるんだよね。っていう、そういいとこ取れたね、今ね、よかったです。ずっと後ろこれっていう。おいこ、自分で作るの？お母さんとか外で食べたり。あ、はい、あの藤原君のさ、料理の途中で投げ出すやつ評判いいよね。あの料理の動画ってこうレシピが順番に送られてって最後完成して終わるじゃないですか。最近あるじゃないですか、あれ。なんですけど、結局あれを藤原が作ったんですけど、あ、こういうほら、まあ、こういうの動画ありますよね、うん、はいはい、チャカチャカ、うん、ね、これ割と評判のいい、うん、まあ、大体これ藤原くんやってるの？はい、僕がこういう、すごい、ボールいい色だね。でもちょっとね、見てくださいよ、これ、うん、最初の方のやつだね、これ。はい。初回です。うん、これで終わり。コンソメのやつはどこ行ったの？ありましたよ。嘘。ちょっと、はい、どこ？
あの全てが揃って、あすべ、うん、コンソメどどれあったあった あるあるカップになってる、はい、これなんかみんな2回見たってみんな言って見るね。 あの、まあ、コンソメはともかくもこれフライパンですよ問題は。それ何入ってんだっけ。いや油温めたんですよ。ああ、これ第 2, ね、第2作ね、天才じゃないこれ。これちょっと俺誰かに見せたいな。こんな不安にさせる。藤原ほんとこのね、年に2回1回ぐらいこういうの作るから、うん、あのクビにならないでいくんですよ。本当言っちゃった。それだけですよ本当。これもだよね、うん、はい、まあでも知っちゃうと最初の衝撃はないんですけど、だとしても不安にはなりますよね、うん、今流れていったからな。流れていったからな。思いついちゃった、はい、卵鉄板だね。ちょっと待って、未調理肉、はい、卵を卵黄と卵白に分けて戻すっていうのが冗談。あ、そうか。冗談、はい。冗談。キャベツ好きだね。キャベツね。じゃがいもは油塗ったんだよ。塗りました。フォークで穴開けて油塗った。うん、食べたこれ。まあこの後ちゃんと食べました、うん。これはもっと評価されてもいい動画。そうだね。天才なんですよ。そうですね。天才に軽くとかいらない。軽く混ぜるとかさ。天才なんか異物を求めちゃいけないのかもしれないですね。そうですね、うん。じゃあ藤原君にはこれからも、ね、はい、才能発揮していただきたいと思います。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。あ、これ、ね、一番みんなイライト。ちゃんと反省した回ですよ、これ。そうですね。最近何をしているのか。変なタイトルですね。そして、はい。ベリコダルズ、林です。藤原君、そうなんですよ。読者代表。随分なんか、古賀さんと違うけど。こんなの生出したっけ。どうかちょっと違う。あ、そう、古賀さん休みの回。そうです。古賀さんがインフルエンザ。あ、そうだ。安藤さんがそのポジションなんですか。そうですね。私はあんま喋んなかったやつですね。そうですね。そうです、ね。自分の反省会が喋って、おかゆを食べてるっていう話をした。おかゆを。おかゆを食べてる、まだ。おかゆたまに食べてる。はい。この反省会って、反省するか、取り上げる記事、リストが馬さんから編集してるんですけど、全文が、影山スカイのメールで、ああそうだよね、井口、はい、さんも、ここでいっぱい書くこともあっていう。ああそうか、編集しちゃうところ、文字起こしままでね、間をいちいち書かれて、いっぱいいっぱい入ってました。ああ文字起こすの嫌だな、そういうなんかこうまあって書いてあるんですね。喋んねえなって言ってたよね。文字起こし3倍ぐらいかかるって言ってましたよね、井口さんね。あ、実時間の3時間取ったら9時間かかるって、あなんかでしょ、ね、テレビ見てたんだけど、うん、言ってましたよ、これで間の部分、間の部分、プレデター違う、出せるやつ。僕の中ではアフターエフェクトは線がだんだん出てくるっていうのだけです。これでも喋らないっていう。アフターエフェクト使ってすごい入れ込みます。すごい。喋らない動画を見てしまった。喋らない。これでそれ使って。喋らない動画のここに藤原のワイプを入れて喋らない。いいよね。キャベツとおかゆが好き。なんでこんな話してたんでしたっけ。なんかある日思考が変わって肉とかモリモリ好きになったりしないの。なんかね、突然ね、肉食べると前胃がもたれるって言うけど、まだもたれん。まあ、かっこいいのだともたれます。ロックンロールは肉ロックンロール。急に好きになったりしないの。食べないの。いや、肉も好きです。食べる、はい、
おかゆも好き。おかゆも好き。おかゆ、おかゆはさ、病気以外の時にあんまり食べないじゃん。おかゆすごいいっぱい食べる。いや、普通に茶碗いっぱいくらい。え、何？ダイエット？いや、ダイエットよくしてるよね、僕ら。え、なんで藤原ダイエットすんだよ。サラダチキン食ってるなという。ああ。なんでしょうね。だってお前がダイエットするんだよ。反省会ですね。反省会がまた始まったね、ここで。そうですね。月広さんと伊藤さん。林さんが急いで自分の持ってる知識をフル活用して IT をへーと言わせてください。はい、不審者通報の貼り紙なんですけど、ね、あれね、犬がゴールキーパーみたいなんですよ。びっくりして、おお、僕他では見たことないですね、間違いなく。まあでも近隣住民のね、自治会の、はい、あの方が完全に死んだっていうあれ聞きましたけど、ここがセントラルパークです。ヘリポートというか緊急時のヘリが、都知事は必ずそういうものを自宅の近くに広場が指定しなきゃいけないというのがあったらしくて、都知事この辺に住んでたんですか？都知事の家すぐそこなんですけど。何都知事？あ、猪瀬さんです。あ、そうなんですか。へぇ、結構遠いですね、うんうん、最南端とかでこう張ってる感じなんじゃないですか。縄橋湖でね、猪瀬さんこうやって家もね、家も新しいんですよ、なんか結構更新が進んでいますね。町としてはもう50年以上の歴史があるんですけど、いや、建て替えです。建て替えだ、ね、あ、建築協約が結構厳しくてですね、こういう、こんなことが、口を作る場合は広くしろ、はい、狭いのもダメ、ダメなんだ、狭いのも。集合住宅じゃないんですか？ないです。確かにそういうの見ないですね。田園調布の真似みたいな、真似というか、同じ東急系の駅前でほら集合住宅でダストピットと言いまして、こんな人って言う時だから集合住宅がないですよね。全く東工大の子がこの辺住もうと思っても、ね、毎年のようにあの学生に部屋貸してくださいっていうチラシが来ます。お長、お長、お長、あー、飛んでちゃった、うん、あの中で鳥ですね、カラスカの。興味範囲広いですね。部屋ありませんかというチラシが来ます、定期的に。生酢がね、いいんですよ、この生酢の仲間にはこう味を感じる未来っていう部署、部分全身で持ってる種類がいて、水とかの全身が下下気持ちいい。長津スパーとかって、静かにって書いてあります。あ、ほんとだ、自治の力が強い。そう。そうですね。あ、すみません。これがですね、はい、カリガコン用のフェンスあるじゃないですか。はい。作ってるセフテックさんっていうメーカーが、さんが、はい、面白い見方を聞いたんですけど、一般的にですよ。ここに、こういうビスが打って止めてあるじゃないですか、こういう板が。これが、角にないものは古いものらしいんです。だから、これはちょっと新しめ。あ、古め。そう、うん。ここにビスが打ってちゃんと固定してあるものは、これ以降に角がめくれて危ないとか、そういうクレームが来てるんで改良されたんです。そうです、そうです、そうです。いや、あのヒレが上についてる魚ほど進化してるっていうのと一緒です。あ、知識が2種類2方向から飛んできました。なんかね、東急線沿線でやっぱ東急線沿線なりのこう落ち着きがなんかあります。特に田園都市線は基本的にこういう感じが多いと思う。そうですよね、はい。福祉の駅前の商店街なんですが、70年代ね、金妻の撮影があった頃ですね。この辺なんですか、はい、金妻の何番目かの金妻がこの辺が舞台で、金妻って何ですか。金曜日の妻たち、あれ田園都市線沿線のお話なんですよね、はい、ここの喫茶店に確かロケに来た。ぼちぼち閉店するところも多くなってる感じですか。80年代後半あたりから商店街の中はちょっと怪しかったです。サボテンステーキ屋さんとかあって、サボテンステーキ屋さんあったんですか。サボテンをステーキするからサボテンステーキだったんだと思います、ね、サボテン、それってなんか地元じゃなくて都会に欲しいですよね、その普段使いじゃないですか。福岡この裏に森村学園があるんで、のサッカー部だったんですよ僕。その時のコーチが教員免許取って最初に赴任したとこは森村学園だったような気がします。そんだけ栄養いただきました。つくしのでかいつくしの目がありますね。そんなもの昔コンビニだったんです。
コンビニ感ないですけどね。ないですね。でもコンビニも潰れちゃうんですね。だってコンビニって少なくとももうちょっとエントランス広くないとやばくないですか。これ警察に連れて行かれるところですね。説明書これアルファかな。あ、違うか。あ、アルファだ。岡山のアルファというメーカーが作ってる、上り用のポール、上りスタンド。そうです。水を入れて安定させて、重しにするという。結構昔は結構コンクリートとかやっぱね、ああいうのだったんですけど、やっぱ重くて運用はできないので。こちらのお店だったんですけど、みんな反対側の道路向きの家になっちゃった。商店街の周りにテニスコートとプールが昔あって、それがこの町の売りだったんです。コレステロール全ての野菜 0%。 沖縄にイチローカレーって店があったんです。イチローって朝カレー食べてるじゃん、野球選手の。もうイチローの写真でもこうやってあるんですよ。なんか聞いてみたら、イチローに食べてもらいたいカレーを売ってます。沖縄の願望かい。プールだったんです。今ここが多分東急がやってたんだと思うんですけど、面影がないですね。結果見ます。なあ、結果結果ね、あそこに何かがあったって言われたら兵ですからね。47兵です。41兵です。おお、接戦だ。いや、僕の方が兵と言わされた。三浦さんがポイントが多い。ありがとうございました。ありがとうございます。ここプールあったんだぜって僕ら言ったら言ってもいいんですかね。ね、住宅街、やっぱ高級住宅街らしいですね。そうですね。まあでも家は結構ね、立派そうな家がだって建ってるもんね。でも、もう結構もう世代変わって若い人が住み始めてる。あ、そうなんだ。そう、ここ怖いんですよ、この看板が。そう、建築協約って言って、こういうの建てたらダメですよっていう看板がなぜかボーンって書いてあって、あ、計画的に作った。そう、集合住宅とかないんですよ。最南端とか張ってる感じじゃないですか。編集してる時にウィキペディアで調べたら、1968年に東急がこう、この住宅街作って、線路駅作って、さあ売り出しますって言ったら、高い順に売れてった。値段が。値段が、高級住宅街作りましたんで、売り出します。結構遠いですけどね。そう。遠いよね。長津田の向こうだからね。広い土地、ちっちゃい、一戸建ては広い家が。そう、ちっちゃい家を建てるなって感じなんですよ。何平米以上のため。あ、すごいですね。建てるなら。そう。あの、なんか周りの家もでかいんですよ。建築教育協約って法的な効力はないらしいんですけど、なんか裁判所から命令ぐらいは来るみたいな。へー。ちっちゃい家建てると。実質的に法みたいな。へぇー。こと言われてもね、でなんか嫌がらせとかされるのかな、ちっちゃい家だったら。絶対嫌がらせくれますよ、こんなちっちゃいみたいな、ね、笑われたりする。なんか怖いんですよ、この住宅街。そう、静かにって書いてたりとか。絶対プープーテレビ撮れへんわバスで。まあそうだね、バスがゆっくり走ったりとか、ポスティングするなとかいろいろ書いてあるんですよ。あの早押しボタンとか押せない。早押しボタン絶対押す。カバンの中に入れてるピーンって言ったらみんなガーッと押す。何って言われるやつ。もう閑静な住宅街なんですね。これが閑静な住宅街かみたいな。でもさ、閑静な住宅街もさ、自然にできた閑静な住宅街と、これなんかさ、無理やりなんかその法でさ、まあ法じゃないのかもね。計画的に作った住宅街だと、でも高い方から売れていくってことはやっぱりそれを良くて、生活で住みたいんですよね。高度成長期ですね。家でかいもんな、これ。この後商店街行くんですけど、ここからはだいぶね、悲しい感じですよね。バレンタイン太郎。ある日おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から桃にも見えるけど、どちらかといえばハート寄りの形の箱が流れてきました。箱の中から子供が出てきてチョコレートをくれたので、おじいさんとおばあさんはバレンタイン太郎と名付けました。
大きくなったバレンタイン太郎は、猿キジに家来チョコを渡し、犬猿キジと一緒に鬼ヶ島に向かいました。鬼ヶ島に着いたバレンタイン太郎は鬼に、お前には敵チョコだと貧相なチョコレートを渡しました。ちょうどよかった。俺もお前に敵チョコを用意してたんだ。鬼からラッピングされたチョコレートをもらったバレンタイン太郎は、財宝を巻き上げてやったような気分で帰路に着きました。帰って箱を開けてみると、チョコレートに悪口が書かれていました。バレンタイン太郎は、ちょっといいものを期待した自分を恥じたそうな。ゴディバが流れてました。なんか禁止会社がどうも、あ、ちょっとバレンタイン太郎と名付けました。大きくなったバレンタイン太郎はあんまり盛り上がってなくないですか、そうバレンタインデーってどうなんですかね、犬食わすか、うん、売り場はね、なんかいたんなんかね、うんうん、あるけど、お前には敵チョコだ、なんかちょっと盛り下がりを感じますね、うん、それだけで、うん、我々もほら横山さんが禁止やめようやめよう、あああの先導してくれて、ああ俺これすごい発明だと思わない、すごい発明だと思わないで会議中に3回ぐらいやめることが、そうそう、へえ、誰も言い出せなかったことを岡山さんが俺が言ったっていう、おお、全体会議で発言、会議、うん、でなくなりましたよ、はい、へえ、バレンタインやめようぜって言い出すのもちょっとなんかこう、そうなんですよね、うん、レレックサイだからこそ、そんなには気にし、そんなに気にし、気にしてないぞっていう感じはまああったよね、きっと。ご飯がもらえるイベントなんですよ。はい。並ぶとご飯がもらえます。全部もらうとこうなります。これも売ってる。美味しそう。売ってます。これ向こうもあるんですか。リーリーさんがやってるのはこれですか。そうです。これがデリポータルの、はい、企画で。はい、マリッコさんというライターさんが、はい、考案したメニュー2つであって、はい、どっちがより売れるかの選手権の今日が発表なんですよ、はい、あ、なるほど、そう発表しに来ました。これさ、タダで食べれるじゃんか、はい、300円払って食べなかったんですよ。売れてはいるんですかね。もうそれ分かんないですよね、どこで買えるんだろうね。これです、これです、これです、噂の、買ってきました、買ってきました、はい、これが、山で、こっちが嘘、これが海ジャコの味噌なんですね。で、下がはんぺんで、はい、野菜スティック、はい、で、マヨネーズとおじゃこ味噌、あ、味噌が、味噌うまいよ、うん、海感はないね、みかんない。待って、野菜だもん。でもね、間違いなく美味しいです。僕ならこっちですね。はんぺんってどういうこと？これはね、酒飲みの発想ですよ。完全に。完全に酒飲みだ、これ。これが、山。山、焼き鳥、焼き鳥の缶詰の焼き鳥、そう、焼き鳥とポテサラですね、はいはい、めちゃくちゃ取れた、いい形、うん、まあ、うめえ、そんなうまいよな、水胡椒、水胡椒の味なんですよ、水胡椒なんだ、山、山、ごめんなさい、ごめんなさい、今ちょうど忘れちゃったんです、ね、すごい、すいません、今のシーンもう一回やりますか。大丈夫です。違う。どのシーン。それではデイリーポータル Z の安藤さん、ライターの江ノ島さんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。おお、すごい、大歓喜じゃないですか。こんにちは、こんにちは。皆さん、こんにちは。デイリーポータル Z というサイトからやってきました。編集部の安藤と、ライターの江ノ島です。よろしくお願いします。お願いします。2日間にわたって、はい、海と山でテーマで作ってますので、はい、
イーツゴムが運営してます、はい、サイトなんですけれども、これが実は2000、はい、こんな愉快な気分にはなりますが役に立つことは全くありません。字を書いてもらいました。そばって無限に食えるじゃないですか。それを聞いてじゃあやってもらおうってやってもらったんですけど、はい、これ2日間の合計ですよね。そうです、昨日今日の合計で、はい、判定してます、はい、で販売、今日は山が完売してます。山が完売してます。昨日の売り上げだと山の方がちょっとあったんですよ、うん、なんかね聞いたらかなり数字は拮抗してました、はい、結果どうしちゃっていいですか。じらしましょうか。もうちょっと違う話をしコムゾーバースとかじらしましょうか。結果発表してます。じゃーん、じゃん、山本さん超え優勝です。山おめでとう。山おめでとうございます。何に対するおめでとうございます。ご飯とおかずがもらえるイベントで、そこで あれは売ったんですね。しょっぱフェを、そう、あのパリコさんが考えたしょっぱフェを記事にして売った。で、海のしょっぱフェと山のしょっぱフェを売ってどっちが勝ったかっていう勝負ですね。ご飯としょっぱいものを配ってるんですよ、アイベントで。すごい並んでるんですよ、みんな。やっぱ2個玉の人はやっぱ炊き出しを。ただでもらえる。ただ、まあしょっぱいのもただですよ。パフェ以外はただ。ああ。みんなこれ並んで高級店いらないんですよ、みんな。炊き出しを期待してるんですよ、そうだよね。本当に並ぶ、すごい並んでるんですよ。マックもね、一応ギュギュだもんね。そうですよね。ダイソー。ダイソーもね、並んでるしね。そうだよね。磯丸水産もいつも混んでるしね。ニコ玉はね、ニコ玉みんな無理してるんですよ。タキチがね、ご飯配ると並びますからね。ただのクレーマー。西垣さんすごいさ、テロップで主張してくるよね、自分を。そうだ、テロップで突っ込んでくる。でもさ、あれの時もそうだよね、暗い旅の時も。そうだね、そうだね。髪型かわいい。でもこれちょっとさ、可愛さ意識してるよね。何が髪型？うん、髪型とさ、あとカーディガンがちょっと可愛いじゃん。なんか可愛い袖がさ、ちょっと長かったりさ。あ、燃え袖だ。燃え袖意識してるんですかね。いや、与那島のフォトジェニックさ最強ですよ、今のところ。そうですね、でもその自分のフォトジェニックさというか可愛さを認識してる節もあるんですね。うん、してるよ、うん、だんだん。まあ、かわいいですか。だんだん自意識が肥大してくる。こっからが楽しみですよ。後ろ向く少年。少年。米だ。自由に担いでいいっていう米だ。変なイベントだなと思ってた。一緒にしたもん。お米のイベントですか。昨日山が売り切れてて、今日は、あ、昨日山が買って、うん、今日は山が売り切れてる。おお、じゃあどっち。よく考えたら海が勝つ。要素が一つもないよね。山、うん、山って。おそりゃそうだよなっていう、うん、感じでしょうかね。心拍数を測るおもちゃを 2.9 ドルなので3個追加で買いました。300円ですよって声が1個。めちゃめちゃ安い。あ、今どんどん走ってる。なんかね、言われるとなんか焦るんですよ。催促されてないからすごい遅れてる原稿とかないですか。催促されありますないのに今全部片付けたんですよ、ここ。偉い偉い、なのに一番にね、なのに死んでる。ありますとか言ってる場合じゃかなりないやつがあります。おすごい初めて生き残った。ないんですね、井口さん。ないです。おお、皆さん確定申告できますか。井口さん全くですか。
7割お、キラさん確定申告終わってるな。終わってないですね。あれ、お、でも冷静ですね。諦めの境地ですかね。おお井口さん、今のテープ起こし3時間ってどれぐらいかかります？3時間、3倍はかかるんで9時間とかもうちょっとかかりそうですね。全員、佐々木さん以外のブランター全員が不安を感じた。テープ起こしは怖い。テープ起こしと聞いただけで上がるよね。これこの後なんかいくつも買ったでしょ。この後3つ買って今家に4つある。この前の動画でも。あ、そうか、そうか、うん、動画でやってましたね。そうですね。いくらぐらいですか。今 2.96 ドルだから。え、300円ぐらい、50円ぐらい、買った方がいいよこれ。まだあるから。ドルで買ってるってことか。あ、そう、アメリカの Amazon.com だから。へぇ、送料2000円ぐらい。送料が高いね。制度的にはどんなもん。適当だね。やっぱ適当だ。すごい雑。何目線でやってるんですか。これさ、でも何を取ってんだろう。あ、心拍数だけだって。あ、心拍数、頭にある。静かに動揺してるんだね。無表情で動揺するか。全然ピンとこないんですよね、この結果が。これは何だろう。怖いこれ。二人ごと選手権。よし、いかに二人で同じことを言えるか。よっしゃ。一人の独り言に対してもう一人が先読みして合わせるという協力型プレイになりましたので、はい、じゃあ橋田さんの独り言は私が言うパターンですね。よーい、はい、はい、はい、あ、なんかこの台に、カレンダーがあるんで、卓上があって、今日は6日水曜日だ。水曜日だね。ここにペンがあるからちょっとなんかここに印をつけちゃおうかな。6日。今日の印を置いて、大きくないこれ。めっちゃ大きい時計があって、今は13時49分。何月何日。やっぱりそうだね、ゆっくりになるね。そうだね、ゆっくりになる、ゆっくりになる。用意、はい、さて、ここに3本の飲み物があるな。どれを飲もうかな。これが開いてない。開けよう。あー、シュワーなったら怖いな。大丈夫だった。飲もっと。シュワシュワする美味しいな。締めようと。あれれれれ、背の順になってる。なってる。よかった。ちょっと取り消すぎないです。読めない。もう全然ちょっとどうしてか分からない。こんなことないからさ。ゆっくりなんか言うんですけど、ゆっくりになるってことが分かった。そうだね、はい、分かります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これなんかさ、能とか狂言みたいな。あ、なんか合わせようとするあの速度がね。そう、なんかゆっくりだから言葉の速度がね。脳とか興味みたいな感覚と画角はめちゃくちゃ遅くなったものっていう説がありますよね。画角とかめちゃめちゃ遅くなってて、本来はもう8分秒しぐらいだから。あ、そうだね、これそういうスピードだね、脳とかね。うん、で
する必要ない。なんで MVP ねえわ。怒んない。わからないです。うん。どっちかに合わせをしてるから、そうそうそう、探ってるんですよ。最初対戦型にしたんですけど、うん、全然うまくいかなくて、うん、協力してどんだけ合わせられるかでやってみましょう。それが合うようになってるんですね。合わせようとしてもこのぐらいの精度だもんね。そうですね。うん、人たち。バカな人たち。あ、そう、アホみたいになるね。バカになりますね。ゆっくりだ、ゆっくりだ、ゆっくり喋るとバカになります、ね。皮が剥きにくくなってるんだって。好きですね。これめっちゃ剥かなくていいよ。中が美味しすぎて皮は美味しくない。へさが苦いな。新しい次元に突入しましたね。めっちゃ剥かなくていいよ。蓋が苦い。なんかそう、剥かないで食べられるバナナがあるって聞いてよ。あ、そうそう。あ、そうらしいですね。桃太郎バナナ。うん、なんか宮崎かなんかで、ね。岡山とか。高いんですよね。高級バナナなんからしいです、ね。これも品種改良で、プルバナナですね。ベニマドンナもなんかね、剥きにくいから切ってなんか、すくうのかもわかんないけど、剥きにくいらしいんですよ。皮がへばりついてる。へばりついてるんですよ。だから、え、それ改良なの？要はだから剥かない方に向かってる。違う。美味しくした結果たまたま剥きにくかっただけ。バナナにしろこのベニマグマにしろ剥かなくてもいいよ、いいんだよっていう方に向かってると思うんですよね。皮が食えるってバナナじゃないの？皮が食える。これのベニアスの。ベニマドンナは皮が食わない。食わない。食わないけど剥きにくくなっしました。いやいや、しましたっていうことは剥かなくてもいいよっていう裏を返すそういうメッセージってことは。でも食べてもいいよじゃないと思うんだよね。でも食べるものじゃないですか。なんか、なんか理屈が一つも分かんない。ああ、ナイフの一つも考えてない。包丁とか道具ね、人間は道具を使うようになるね。道具使わなきゃいるんだみたいな。そうだね。次が俺もうダメだって思った。花田さん、こういう企画、あの、買うよ。はい、デイリーポータル Z 反省会です。こんにちは、編集部の安藤です。そして、はい、はい、編集部林です。はい、で、読者代表。はい、岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日、反省していただくライターはこの方です。はい、北脇花田です。よろしくお願いします。お願いします。田中さん初登場、初です、ですね、はい、ちゃんとした人が、そうですね、来てくれました、うん、はい、安心感が、安心感が、そう、はい、破壊できました、さっき藤原くんの回を取ってからの、田中さんのコメント、もう夢だったみたいになっちゃって、そうですね、さっきのことがもう、ね、ちょっと違う、あのキラシール、はい、ああ、キラシール、これがね、うん、これが実は俺アイデア聞いたときにちょっと分かってなくて、ああ。世代的に多分違うのかなと思って。そしたらビックリマン世代ですよね。これビックリマンのこと？いや、違う。なんか、俺のイメージだ。そうですね。ポケモンカードとか。花田さん今いくつだっけ ?32 になります。32。はい、32だと、ポケモンカード。とか、なんか遊戯王とか、なんか、なんだろう。そのあたりです、ね。でもそのキラキラがレアっていうのは、そのフォーマットは同じ。は同じですね。え、ビックリマンもキラキラしたのあったっけ？ありましたよ、あの、あ、ゼットって言われてるやつとか。ああ、俺、そうか、俺が、そういうの全然やってなかった。集めてなかったですか？僕も周りやってたけど、僕も全然ね、食いついてなかった。そうですか。そう。けど、本当もう、一般常識的に確かに、その、価値あるカードみたいなのが中にはね。これが、ものすごい受けたんですよね。うん、ものすごい受けて、俺もうダメだと思ったんですよ。え、どう書いてましたね、それ。嫉妬したの？いやいや、だからもうこういう受けるものが分かんないんだなと思って。ああ、これも完成度がすごく高いんですね。ねえ、これ、はい、実はどうやって作ってるのか分かんないんだけど、これなんかそういう画像編集ソフトで、うん、これ T ポイントカードに、はい、
貼ってるじゃないんですよ。貼ってないです、貼ってないです。 T ポイントカードをサイズ測って作って、うん、でこのキラキラしたやつに印刷し、そうです、うん、したしたあのさ、じゃあ T ポイントカードとしてはこれ使えないの？使えないです。あれ実物目的も笑われた俺。このあちょっと見たい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 。スイカとかも自分で吸ったんですよねこれ。スイカも、うん、あーこれですこれです。あこれまでのなんかあすげえじゃん。スイカこれはね、器用ですよ。不在連絡表も、はい、これも自分で書いたんですか、これじゃあ。不在、あ、これはね、これはねって言っちゃいました。スキャンしてですね。あ、これすごいですね。はい。これじゃあ、プリントアウトしてあるのこれ。そうです、そうです。なんか元々は銀色？元々銀色です。今はね、岡田さん、企画の話じゃなくて、紙の話してる。紙の質問ですよ、いや、なんかプリントアウトしたようには見えないよね、これ。うん、どれも使えないんですよ ね、 いいんですよね。そうですね、実際は、うん、どこのプリンターですか？エプソンです、器用ですね。完成度が高いんですよ、うん、一時器用な人多いですね、デイリーでもね。デイリー器用な人多いですよ、やっぱ、うん、なんか褒められる感じ。あ、そうですよ、あのこういう、ね、そう、反省会っていう話だったんで、褒められるの恥ずかしくて。大丈夫ですよ、大丈夫です。だからもっと、うん、この記事はなんだみたいに、あもっと球団されるのかと。打ちのめす時もありますよ。球団会みたいになる時もあるね。喋れない人とかの時はね。球団さっきみたいな、うん、してほしい。でもこの映り込みようとかは、でもちゃんとこれはちゃんとしてないよね、あんまり。でも、うん、あんまちゃんとしてる自分の中イメージないんですけど。こういう企画もの好きですよね。あのあみんなでやるやつが、はいはいはい、あの、うん、そういう遊びを考えるのがうまいですね。すごい女の子いたよね。すごい女の子いますね。芸術的に待ってる子。ああ井口さんですね。そう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 。お酒ね。うん。二回目すごいですよね。うん。ジャンプしてるやつ。ジャンプしてるやつすごいですね。両足話す。そうだよね、うん。アホっぽいね。うん。0点ですね。誰も何にも映ってないダメなんで、ね。マイナスじゃん。マイナスですね。そう、こういうのが得意なんで、うん、あの、うん、デイリーのこう全体に人が集まる機会がないと花歌さんの得意技が出ないんですよ。あの、はい、人が集まる機会がないと、うんうん、そうですね。そう、みんなでやるのが楽しいっていうのね、うん、あの中世の絵みたいな写真撮る、ね、ああはい、あれみんなで、ね、あれさ花歌さん辛そうでしたね。辛くはなかったね。雨降ったんですよ。いや、あのちょっと記事を出すわ。そんなこと言うの。いや、あれは、いや、花田さん、ああいうのが、はい、あのこう人を巻き込む記事が得意なんだけど、はい、ちょっと遠慮があるんですね。俺のために大人5人ぐらい集めちゃって、いや、あの時すごい集まっちゃったんですよ。集まっちゃって、はい、しかも嵐になっちゃって、外で撮ろうとしたら大雨降ってきて。週末だったんでしたっけ。そうなんですよね。すごい光を上から当てたら、なんかこう西洋のなんか宗教画みたいな主人公みたいになれるんじゃないかと思って、しかもこれがなんかそうなんですよね、集めて大雨の中集めて、俺が神みたいになるから、みんなお前らと祈れとか言われる。これは結構焦りましたね、焦りました。でも最初なんか 3,4 人ぐらいしか集まんないぞっていう感じだったんですよ。でも 3,4 人だったらさすがにちょっとなんか主人公っぽくなんないなと思って、で声かけたらやっぱ2人ぐらい、いや行けるか分かんないけど当日開けたら行くわみたいな感じで、うん、そしたら開けたら 7,8 人集まっちゃって、そうですよね、この撮影のために、うん、なんかねずっと前撮りしてて、何間に撮ったんですよね、うん、でこの時にすごいなと思ったのが、はい、来てくれた人にねお菓子をちゃんと用意してるんですよ。そう、柿の種をね、はい、ちょっといい柿の種を、はい、みんなに、ありがとうございましたってちゃんと大人だね。すごくないですか。大人そんな撮影ありませんよ今は。ここにスーツ着てくんだもんだって。いやいやいや、会社帰り仕事だから。あ、そういうことか。金曜日働いてきたんで。この気の使いようというか、そう、柿の種はちょうどいいなと思った。このためにスーツ着てきたわけじゃないですか。偉いなって思ったんですよ。ほぼほぼ初対面で喋らされるんだよ、だってね。そうですね。ちょっとあれですよね、遠慮もしますよね。あの柿の種がちょうどいいと思ったんですよ、はい、あれがポテチつまんででもないし、そうポテチだったら、うん、チップスターだったらなんじゃって思いますから、はい、うん、うん、でもいい柿の種ね、そう美味しいんですよ、キャカ菊場ね、そうそう
すごい、そこがね、やっぱすごいなと思いました。いや本当にもう協力あっての記事だなっていう。そうですね、これむちゃくちゃ面白いなと思ったんですよね。そうですね、そんな伸びなかったね、これ伸びなかったね。このトルーとか花田さんとか井口さんとかこの辺りは仲いいですよね、はい、ああそうです ねよくなんか撮影一緒にしたりして、ね、うん、若い、ね、若いチーム、若いチーム、はい、前の島さんとか、はい、うん、若いチーム。撮影以外であったりとかするんですか、ライター同士。ああ、あり、たまにありますね。あ、そうなんだ。江ノ島さんとか家も近いんで、の割と普通に飯食ったりします、ね、うん、おかず取られたりするの、やっぱそれ食べていいよ。コロッケコロッケみたいな。ちゃんと自分で大盛りしてるんで大丈夫。ああそうなんだ。それ食わないで食っていいですかみたいな。うん、そう、これもね、うん、いい記事ですね。そうだから、こう人呼ぶの遠慮しないで、はい、次もいっぱい人いっぱいの撮影がいいかなと思うんですよね、うん、全部楽しそうなんだよね。そうだ、写真もそうだけど、あとみんな楽しそうにやるんですよ、うん、花田さんのこのきっかけを与えると、うん、そこはうまい。ちょっとこう外から見てる気持ちになるから、うん、多分読んでる人は、うん、そこに入りたいっていう意味で羨ましいみたいなのあるか。これそうだ、こういう記事をいっぱい載せると、はい、励ますからの会員増えんじゃないかな。あ、本当ですか。楽しい感じ。あ、なるほど。自分でちょっと答えとか考えちゃうもんね、読みながらね。俺だったら広角的なんで、ね、ちょっとやってみたいって思いますもんね、うん、あのほら、与田さんの昨日載せた、あ、自分の未来の自分、あれもなんか悪いけど、与田さんもああいう、与田さんもうまいんですよ、ああいうの作りますよね。うん、そう、仕組みというか、なんか40過ぎの元からいるオールドデイリーライターは、うん、そういう気持ちがない、はいはい、俺がってなりますか。そう、俺がになっちゃう。そう、俺を笑ってくれって。どっちが反省してんだろうね。いや、あのね、やっぱり、いや、マジで反省しろみたいな。安藤さんは、はい、例えばさ、向かないやつ楽しいからみんなで向かないのやろうぜって言わないじゃん。言わないですね。俺の、俺の領域だから。そうそうそう。そこだよ。誰にも俺が、俺がですよ。そう、そこじゃないですか。うん、人にやらせないですもん。うん、そう。そしたらもっと、そうです、ね、世界がやらないです。世界が違ってたから。今はシェアの時代ですからね。そうそう、シェアリングエコノミーですからね。そうですね。権利を振りかざす時代じゃないですか、ね。向かないやつは俺のもの。向かないけど食べる。ゲームは俺しかやっちゃダメっていう。てめえら向けと。そうそう。てめえら向けと。俺は向かない。向くけどね。人呼んでやってもみんな向くでしょ、ね。あと花歌さんのあれが面白いですよ。あの、理想の街、みんなで考えよう。最強の街か。最強の街ですかね。あれツイッターで流行ってたね。ああ、そうですね。似たような企画がね。先週ぐらいに流行ってましたね。なんか花田さんの、最強で検索するんだな。出てきたな。出てきますね。おお。どっちがいいですか？ジャストブル。いやいや、上です。下はサンダル。これね。ジャストブルどう考えてもあの人ですか。あの人ですよ。確かに最強だけどさ。これはいい企画でしたね。そうですね。うん、そう、うまい、そう、うまいと思うよ、やっぱり。ありがとうございます。やりたくなるコツをなんかツボを押すんですよね。いや、これなんかこういうのないですかね、はい、他に。くどくど誰だ、企画会議ですか今これ、ね、これなんかみんながやりたくなるよね。これ誰よ、これ三つさんですね。ですね。あ、これね、個性が出る、出ますね、これ。そう、これ林さん、これ俺ですね。みんなハンズ好きだな。そう、ハンズは好きですね。一番人気は多分公演だったんですよね。公演、公演、あ、ライターだから撮影用の、ね、撮影しやすい公演、うん、あ、あ、俺隣ユニリンにしちゃうな多分。これは誰ですか。これ井上さんですね。あ、井上さんか。井上さんは隣を民家にして静かにする。これちょっと家族でやりたい。 あとね、井上さん ね、あの実家がどっちか、実家が近くにある。実家を、母方の実家と父方の実家を一世代にまとめちゃうっていう。そこのすごいす、ね、そこの二世帯住宅ですね。便利だね。でも隣じゃないって言ってたの。そうなんですね。これその感覚も分かる。誰が書いたでしょうかでもいいかもしれないですね。ああ、それはデイリーでやったら面白いかもしれない。面白いです。なんか阿部哲也さん、うん、別役さんすごいですよ。成田空港、成田空港、成田空港で駅が新宿なんですよ。めちゃくちゃ、うん、ここに空港あるともう家の上通ってきますよ。海外に、ね、新宿でいいん、これ。この時も藤原がなんか
持ってこう持ってったんですよ。優勝したんじゃなかったでしたっけ。これは優勝じゃないですね。コースは新宿区って何。新宿区って出ちゃったのはすごいね。熊本来るってこと。なんなの。東京で3つ分ぐらいっていう。あ、ヤマトのね配送センター欲しい。隣に欲しいですか。欲しい、だって取りに行けるじゃないですか。すぐに、うん、まあそうですね、藤原さんもそう言ったんですけど。コンビニとヤマトが駅が品川。あ、品川だ、うん、あと本屋が欲しい。なんで品川がいいんだろう。ほらね、こういう、あ、こういうの考えよう。そうですね、やりたくなる仕組みを、うん、そしてあの励ます会。あなたさんすごいね。いや本当ね、はい、ウェブマスターを追い込んでるよ今日。あなたさんこういう企画あの買うよ。こういうの1個いくらで考えてくる。ああなるほど、一筆書かせてね、俺の人の実績にしよう。俺がっていう俺が出し方するよ。最悪だよそれね。いや違う、こういうなんか40代欲しがるって言ってたからね。うん、俺がね。これ絶対俺考えないもんこんなの俺。はい、というわけで、はい、とても、はい、大絶賛でしたが、ね、はいはい、言い残したことないですか。言い残したこと、はい、ないです。ないですか。はい、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。花田さんはあれですね、あちゃんとしてますよね。世代感による、あ、これは受けるのか。そう、全然わかんないですよね。この前、あの、与座さんと、うん、あのコスプレをちょっと外でしまして、うん、話聞いてたら、やっぱ、あ、これ、俺全然わからないわ、みたいな話。やっぱ、映えみたいなものを、まあ、普通に使うし、うん、使った方が便利ですよって言ってるし。便利なのか。タピオカミルクって、あ、めちゃめちゃうまくないですかって、普通にさらって言ってるし、まあ、もう全然無理やと思って、それは。本物っていうか、与座さんは若いのだよね。若い、だいぶ若い、結構若い、20代半ばぐらい、うん、6、7、8ぐらいじゃないのかな、うん、そうなると思う、やっぱり20違うんだよ、確かに20違う、うん、ああ、そうだね、うん、やっぱり文化というか、環境が違ってくるんですかね。いや違うよね、そりゃ、なんか若いライターがしてみたら、うん、ものすげえ年取ってんの、ここのサイトって思うだろうね。うん、そう、20上って俺か。子供でもおかしくない。そうそうか、うん、そうなりましたか、うん、2人ごと2人ごと面白い。おばあちゃんがやってるなって、これ僕みたいで面白いじゃんとか、そういうのがないのか。もうね、歌舞伎もね、そうですね、ね、そうなんですね。あの歌さんは見た感じの年齢がわからないですね。32ぐらいじゃないかな、うん、藤原世代、藤原世代、藤原世代ですね。ゴールデンリッシュ。でも若い感じしますよね、あの歌さんも。なんか理想の街疲れてたら年上っぽい、うんうん、あれツイッターで流行ってたね。花田さんは自分がこう作ったシールとかあれをこうまとめて綺麗にまとめてあるの、うん、ポートフォリオみたいな、ね、そう、うん、あれは、ね、あれびっくりしたね、うん、あんなライターはいないか、いない、はい、いないかわかんないけど、でもね、ここはいない、この世代はいなかったじゃん。江ノ島とか絶対やんないじゃないですか。江ノ島は、うん、まあ、だって世代的には同じじゃないですか、江ノ島。そうだね、なんか作らせたら汚そうな意味じゃないですかね。だってあの、なんだっけ、あのさ、横綱のあれもさ、結構すごかったじゃん。あれ、だってあれひどかったね。そうだそうだ、ボールペンで書いてたやつね。そう。そう。同じ世代で同じ国で生きてきてこんなに変わるって。でもまあだってほらクラスにさ器用なやつとさそうでないやつがいるのと同じ。下の方にヨーロッパが、ね、でヨーロッパ来たの。AI。AI。クイズ AI でしょうか愛でしょうかの旅。はい。人工知能の AI のことを言ってるのか、うん、それとも歌手の愛さんのことを言ってるのか、うん、それを判別するという。そういう旅でございます。わかりました。じゃあ、酒井が出題します。はい、第1問、はい。
ロサンゼルス生まれなのはどっちでしょう。アイさんは、いや、アイか、AI か、日本人なんじゃないのかな。え、 AI。 なるほど、ロサンゼルス生まれなのはアイさんでした。アイさん、ロサンゼルス生まれなの。はい。 AI はちょっと特定できないんじゃないでしょうかね。あの、西海岸だと思うよ、うん、人工知能も。まあ、何をもって AI とするかっていう部分もありますからね。はい、では次の問題に参ります。誕生して37年経つのはどちらでしょう。いや、アイさん37歳じゃないでしょう。え、どうなんだろう。まあ、我々と同世代なのは AI かアイさんかっていうことです。 AI。 わかりました。では答えはこちらです。アイさんでした。何歳なんだ。37歳ですね、はい。え、 AI は、いやいや、ちょっと分かんない。お前これ調べとけよ。じゃ、ネットに載ってないんで調べとけよ。違った情報を。次の問題はこちらです。人から何か頼まれると断れないのはどっちでしょう。これは AI でしょ。愛さん断ることあるでしょ、絶対。なるほど、答えは、AI。 見てみましょう、こちらです。愛さんでした。はい、私、人から頼まれると断れないんですよ。愛さん自身がおっしゃってたんで。いや、絶対、まあまあ、あるわな、そういう感じのことを言うことは。では、第4問、うん、最近ラップを始めたのはどちらでしょう。いや、ラップなんか始めてないやろ。愛さんでしょ、愛さん。はい、答えはこちらです、うん、AI ですね。AI は最近はラップを始めたっていうニュースがあったってこと。はい、そ、アイさんもっと前にやってるか、そら全然やってる。そうですね、でも割とアイさん、ね、そう、結構アイさん。ニューハンプシャージめくりっていうのが使われてますね。これどっちだっけ。アイさん、アイさんだっけ。あ、AI、 あ、 AI。 もちろん不満そうだね。Eテレの山の分校の記録っていう、1959年山奥の集落で水道もなく仕事も木を切って炭にするぐらいしかない貧しい暮らしを撮影した白黒のドキュメンタリー番組を見ました。その中で学校の先生が山以外のことを知らない子供たちを都会に連れていくっていうリアルオラ東京さ行くだみたいなことをして、そこで子供は初めてテレビっていうものを見るんです。ほんでこの後が良くて、みんなテレビやっぱ衝撃で、次の日学校に帰ってきて教室に先生が来る前に黒板にテレビ欲しいって書いておくんです。このやり口も子供の純粋さ伝わっていいんですけど、やっぱテレビ欲しいっていう、なんかインド人嘘つかないみたいな言い方がたまらんじゃないですか。で、後日学校にテレビ来るんですけど、授業中注意力散漫やった子供が教育番組を見る時だけはめっちゃ集中するんです。テレビの効果すごいでしょ。ほんである日、津藤くんっていうこのお父さんが仕事で炭を運んでる最中に橋から落ちて大怪我しちゃうんです。そしたらなんと子供たちが津藤くんのお父さんがどうやって事故したのかを自主的に現場検証し始めるんです。何それ、警察とか保険屋の仕事やん。テレビ来てからなんか明らかに子供たちが変わり始めてるっていう、今までなかった物事を考える力とか行動力が身についてきてるんです。しかもですよ、その調査結果を学芸会で親の前で発表するんです。今まで何の疑問もなく大人たちは炭作りやってたけど、ほんまにこのままでいいんだろうか、もっと他に仕事あるんじゃないんって。ちょテレビの効果すごすぎて怖い。もうなんかマンモスばっか取っててええんか、稲植えようぜって言った縄文人みたいな革命まで起こしちゃうんですね。そうだね、インディアン嘘つかない。インディアン嘘つきますからね、うん、インド人はのすごいびっくり、インド人もびっくり、あ、そうか、インド人びっくりと混ざってるんだ、うん、インド人嘘ばっかつきますから、うん、大抵嘘だからね。
どうでもいい絵描き歌。丸が2つありまして、上の丸には大きい丸、下の丸には小さい丸、点がいっぱい点がいっぱい、四角で囲んで非常ベル。線をいっぱい描きましょう、まだまだ線を描きましょう、まだまだ描いてあっという間に笑う。このまま君を登録すると、丁寧あ、それ どうやってやるの？まず最初にレイヤーをいっぱい分けて、フォトショップで書いてから、うん、まだまだ全部書きましょう、まだまだ書いて、そんな面倒くさいの？結構大変なんだね、これね。ちょっとずつ出していく。レイヤーごとに出来上がるの、わらとかだけど、マスクをかける。ペンでなぞって、アフターエフェクツ上で、その絵をペンでなぞって、そのペンでなぞったのをタイムライン的にこう出していく。じゃあ自分が描いた絵じゃなくてもいいの？はい。でそのレイヤーさえ分かれてればできる、そう、レイヤーに分けるのはその、あ、だから1本、重なってるところがってことですよね。じゃあ、あの、藁なんてさ、何本も何本も、あれ、出来上がるの藁だけど、すごい手間かかってるってことだよね。あ、でも、あの、平行線のコピーしたを何本かあるレイヤーが3つくらいでこう重なってる風に見せてるんで、もっといい方法になるんじゃないかな。なんかそれ書いたやつを記憶させるみたいな、誰か教えてほしいですね。このやり方は藤原が発明したの？いろいろ調べて、でも55回までね、これでも間違ってたわ。もう55回やっちゃったから教えなくて悔しいから知らない方がいい。そうだね、正しいこうなぞるやつ、飛躍的に作るの簡単なんで、できるんだよ。急に55からそうだね、2日に1遍ぐらいできるかもしれない。人が違うんですよ、人が違うし、ヒゲが面白かったのにね、そうですね、なんかすごい違うなと思った。ジャンポイントがタンスしかなくなちょっと怖いかもしれない、そうだね、ヒゲがある方がなんかこう、ねえ、そうだね、普通の人になっちゃった感じですね。そう普通こっちが来た感じがあるもんね。普通になんかねえ、アニメだったのが実写になった、ね、そう、うん、あのなんだろう、着ぐるみ脱いだみたいな感じになってるもんね。上にねえ、髪が団子になってるだけだもんね。そう、これ別にこの人なんかお金取り立てに来てもおかしくないですよ。チャームポイントがね、
すごいっすね。高いよ。そしてすごく普通のこと。ほっとくと落ちもないね。ほっとくと何も普通のこと言ってないけどレンジっつうのはさ、水分がないとどうしようもないわけじゃん。スカスカ。もう何もないよ、本当に。ん？あ、何もなきだ。ありゃ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 。あれれれれれれ。何も起こってねえ可能性あるの。あ、あったまった。あったけー。ぬるーい。あ、焦げんな。あが、あ。あっかいじゃん。言ってよ。ちょっと、あいやいや、熱いよ。結構私好きだな、これ。飴が一回溶けて、もう一回固まって、キャラメリゼ。プリンの上焼いてさ、パリパリさせるやつ。これだよ。はい、1分1分1分。変化乏しいなぁ。熱いよ、でも。普通のやつも大概軽い。アリとかやったらわかると思う。これづらいな。15秒に何かが起こる。67秒さあ。でも見守りは必要だね。あ、でもちょっとぬるっとなってきてる。すべてが柔らかい。あ、ほんとだ、おいしい。スイートスポットめちゃめちゃ狭い。こう見守りですよ、やっぱり。見守りと傾聴。レンジの声をよく聞く。コミュニケーションのすべては。レンジには傾聴。なんだ。ふがし、短いやつ。500ワット、10秒ぐらいから温まり始めます。70秒。一瞬スイートスポットが、ふがしが、全体が柔らかくなります。変わるんだろう。お前変わんない。変わんなかったじゃないですかね。焦げたっていう砂糖が相当スカスカなんですね。そんなに水分が付着しない。水分がないとあんまり変化がない。そうだね。サイズが一番変化なかったんですかね。あんなもん乾物やから乾いてるよね。あ、一回でカラカラにしちゃうやつだからね。水を震わしてるんだもんね。ヤギくんがかき氷がふわふわでもうふわしですよって言ってましたね。あ、今日の記事。あ、ふわしですよ。何言ってんのやろ。ヤギくんの中ではふがしもすごくいいものふがしってあんま良くないよ。10円でやるなってね。そうですよね。駄菓子屋で10円で売ってるやつ。ふがしですよ。ふがしですよが、なんか上になったのか下になったのか分かんない。かき氷の方が上ですよ。上、全然上じゃない。今日のあの記事見たら毛が生えてるんですよ。あー、キュウリの後味がメロンなの。変わってるか。獣だから唇に刺さるけど。変わった食べ物だなこれ。ワイルド変わった食べ物だな。毛に弱いね。ね、これ静岡にだけあるそうですよ。そのメロンっていっぱいあるうちの1個だけ残してそれを太らせるから、うん、ちっちゃいやつは全部取っちゃうんだ。取って捨てるんだけど、静岡だけこう漬物にしたらいい。うん、あ、再利用したんですか。そう、キュウリっぽく食べたりするという。あ、なんか間引きしたやつを。そう、毛が生えてるんだよ。毛のことしか言ってないよね、あのさんね。意外じゃないですか、毛が生えてる。まあね、結構生えてるんですね。結構生えてるんですよ。あの唇にチカチカするぐらい。へー。キウイぐらい生えてる。いや、もっと細かくて、帰りの電車でチカチカするぐらい。チカチカするんやろね。後でするぐらい入って。獣を向かないで食べたことがないから、ちょっとその感覚が分かんないけど。痛いなっていう感じがするぐらい。トゲみたいな感じなの。ちっちゃい、多分トゲでしょうね。ちっちゃい。あー、それは嫌です。チカチカするんですよね。地味な嫌さですね。地獄。酒は人ですからね。もうイコールと。はい、じゃあ、デリポタ Z 反省会です。こんにちは、編集部安藤です。そして、はい、編集部林です。そして、はい、読者代表の岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日反省してもらう方はこの方です。はい、ライターのパリッコと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デリポ版はですね、飲んでますね。今日はこの回は弁当、お腹空く時間なんで弁当食べてもいいですよって連絡したら、少々のお酒は弁当に入りますかって。そうですね、真っ先に聞かれてます。返信が来て、はいっていう。そこで、すいません、家だったら持ってこなかったんです。ああ、いえいえ、大丈夫。全然大丈夫。やりながらで OK な感じ。はい、よかったです。酒の穴というユニットで書いてもらったりとか、
そうですね、鈴木直さんと一緒に、あの同じくライターの鈴木直さんとユニットでやったり、はい、やったりとかここに個人でやったりとか、はい、やらせてもらったりして、はい、記事見返してって思ったんですけど、チアリングって、はい、酒の穴始まりなんですね。そうなんですよ、チアリングっていう単語が、そうなんですよ、まあ、うん、ご存知ある方ない方いるかもしれないですけど、今は割と浸透してませんか。なんかね、昔その2人でやり始めて、うん、まあ、某雑誌でちょっとふざけて特集を組んだら、はいはい、まあ、そこから少しずつなんか面白いと思ってくれた方が真似してくれたりしてるみたいで、インスタでハッシュタグ検索するとなんかもう何千件みたいな、ね、そうなの、はい、チアリングって岡田さん分かりますか。いや、僕この記事読んで初めて、はい、ああなるほどなと思って、うん、折りたたみ椅子を持って歩き回って、うん、好きなところに座って酒を飲むという、はいはい、うん、だから椅子さえ持っていけばもう、うん、あの、まあ、アウトドア、ちょっとおしゃれな絵だよね。写真おしゃれですよね。やってることはふざけてるんですけど、どう撮ってもおしゃれになるんですよ。でもパリッコさん写真綺麗ですよね。そうですね、写真綺麗で、あと、はいはい、文章が対話、うん、会話なんですよね、ほぼ酒の穴はそうですね。そうですよね、はい、スナックのママとかに話聞くときも、あ、もうあ、もう喋り言葉そのまま、そうそう、それが言葉そのまま使いたいなと思ったら、うん、そのまま会話形式みたいな感じで空気がやってますね。あの酒の穴が酒飲みユニットっていう、はい、うん、そうです。飲み友達と違うんですか。いや、違わないですけど。なんかまずいっすか。いやいや、違う、あの、違った方がいいです。いやいや、一番の飲み友達ってことです。そうです、そうです、はい。仕事としてのってことですか、じゃなくて。いやいや、普段も飲んでますよ、鈴木直さんと。はい、あのパリッコさんの記事で、あの、なんていうの、こう飲んでる時に面白いことって後から見返すと面白くないじゃないですか。飲んでる時面白かったって、メモがゲラゲラ笑って、ゲラゲラ笑って、はいはい、パリコさんってのやつって飲んでる時の面白さがちゃんと書かれてるのがすごい。あ、そうですか。あ、この自覚ないな。例えばこの浮いてるみたいな写真とかって、あ、こういうの飲んでた時ね、飲んでる時最高に面白いですよ。浮いてるぜみたいな。そうそう、でそういうのって記事にすると大抵面白くないんだけど、ね、何だったんだみたいな。パリコさんってちゃんとそういう飲んだ時の楽しさが、なんでですかね。どうしてるんですか、これ。前、パリコさんが飲んでる時に、あ、ずっと前にはい、あの、外で飲んだ時に、チーズつまみに持ってきたんだって。あー、はい、ありましたね。なんか、ベビーチーズを、持ってきたっていうか、カバンに入ってたチーズ。入ってた、はいはい。で、あれが全部、カバンの中で、角が丸まってる。あ、そうそう。角がなくなって丸くなってて、丸い丸いって笑ってて、チーズが丸いって笑ってて。あれはやっぱ、僕とね、鈴木直さんの間では、まあ、クローチーズって呼んでて、その、クロースイとかいろいろあるんですけど、クロースイ。あの、クロース、直さんが名付けたんですけど、うん、ペットボトルで水を持ち歩いて飲みきらないで、うん、まあ、2、3日経っ、はいはい、経っちゃったりするじゃないですか。うん、そうするともうね、この水苦労してるなーっていうクロースイって呼んでるんですけど、ね、角が取れてる。そうなんですよ。あ、まあ、カバンの中で揉まれた、はい、ベビーチーズはもうカバンの中で揉まれて、まさに石鹸みたいな感じで角が取れてあれ面白いです、ね、あれ面白かったんですよ。その場も面白いですよ、ね、いや、で、あ、でも俺も記事に書いた時面白かったんですけど、うん、いや、ああいうなんかささやかなことを書くよな。飲んでる時どうしてるんですか。メモ取ってるんですか。メモ取らないですね。忘れちゃいますね。忘れますですよね。忘れるんだ。なんか楽しかったなって思うけど、はい、覚えてないんですよ。だから膨大な覚えてない中の一部をただ記録してるだけかもしれない。じゃあもっと面白いとこあったかもしれないってことですね。あったかもしれないですね。ずっとじゃレコーダー回してるとかじゃなくて、そうですね、あの、思い出し書き、なんかスナックのママのこの話後で書き起こしたいと思ったら、うん、あの、あ、回したりしますけど。いや、チアリングがね、こんなに広まるとは思わなかったので。今チアリング本っていうのを作ってますね。はい、あ、そう、あ、作ってるんですか。はい、なんかチアリング3月に出るっていう話です。協会とかないですか。あります、あります。あれって別にパリッコさんじゃない。あ、僕じゃなくて、まあ、はい、あの、別の人、もうあんま関係ないとか。あやさんだったら許さないとこですね。そうそうそう。そうだったらチアリング。ちょっと待てよね。すぐにこれ、あの、商標取ろうとしますから。それだとね、やっぱり文化が広まっていかないわけですよ。あ、お酒飲む記事って、ちょっとやる人によっては、露悪的というか、なんか、ウェイ感が出ちゃうじゃないですか。うん、全くないの、なんでですかね。鈴木直さんと、鈴木直さんだからかな。パリコさんだからかもしれないですね。君臨してみました。
君臨としてみましたが全然釣り合ってないですから、ね、そうですね、日本語としてスターカーメンだぞって感じですかねそうだよね、本当こういう飲んでる時の会話のこういうのさ、本当に何で面白いんだろうな、酔った会話ですよね、完全にね、酔っ払いで言うといい酔っ払いじゃないですか、でもこれね、全部あの酔ってない時にチャットで会話してるんですよ、そう記事の、あ、そうなんですか、後で写真、あの大阪と東京でこう写真を見ながら、鈴木直さん大阪は酒の穴っていう本があるんですよ、はい、酒の穴でしたっけ、あの酒の穴、はい、それすごい面白いんですよ、ありがとうございます、ね、ずっとこういうツタンカーメンだぞみたいなことをずっと書いてある本ですよ、笑いの密度がすごい高くてあの本当に面白い、シラブで見てても一緒に飲んでるみたいな感じになるという、あの、ね、そんなことをよく言っていただけますね、この人と飲みたいって ね、 な、 りますね、なるやつですよ、シェアリングから一転あのちょっと変わった飲み屋を僕好きなんですね、はい、なんかこれでも真面目にな2回行ってんですかね、2回なんか何回、いや結構4回くらい行ってますよ、でも、ね、あとプライベートでも行ってるし、あ、はい、これは勇気いりませんか、入るのに、え、いらないですね、いるでしょいらないですね、慣れましたよ、いや、いらないっす、いらないっすか、はい、いらないっすか、どういう、でもあ、ここでまず飲んで飲んでっていうか、これはこの、うん、あ、僕この開くの待ってんだよね、これね、そうなんですよ、開くの待ってて、ちょっとその次なんですけど、あの、うん、どこで待ってんのってこと、対岸で待ってて、対岸で待ってて、開いたかどうか分かんないじゃないですかね、分かんなかったですねいや、結果もう無理、タイムリミットかなと思って駅に帰ろうとしたら開いてたんで張り込みの意味全くなかったですね、水が綺麗だな、その次がすごいんですよね、このトトロの茂みですか、そう、あと、いや、その、あ、飛行機が3機だとかもそうあの、トトロの森っぽいなとか、あ、俺カットすんだここって思う俺だといや、自分で書いてたら多分もうちょっと情報にしようかなって、あ、いや、面白いなと思って、こういう一見ちょっと酒屋じゃないみたいなところに行くのが好き、はい、あ、好きですね、なんかどう、なんこの店なんかどうなってんだろうみたいなとこは入りたい、スナックも好きですよね、やっぱりそう、まあでもそんなに詳しくないですけどね、でもスナックもまあ行かないことはないですね、お酒自体のこだわりとかあるんですか、ほぼないです、ああ甘くない方がいいかな、あの、ああレモンサワーがすごい甘ったる方にすると嫌かもしれないです、ああ、それぐらい、それぐらいです、何屋さんなんですか本職は、でもまあライター、僕ですか、ええ、そう、このここじゃなくてパリコさんです、僕はまあライターですよね、会社勤めしてるんですか、そうですね、でもそろそろ辞める感じになってきて、いつも飲んでるんですか、そんなことないですか、いつも飲んでないです、もう夜だけとか、たまに昼間だけ、昼間とか別にそう、あの、全然夜もう飲むのがね、うん、生活の糧になってんだったら、うん、そうですね、ライターとしてはやっぱり飲んでた方がいい記事が書けるわけですよね、の書くとき飲んでるんですか、書くとき飲んでないですね、あ、うん、ですよね、それを書く、はい、お酒のことばっかり書くんですか、そうですね、うん、お酒以外のこと書いてないですか、そういえば本当に100分の2だから50分の1ぐらいですね、ラーメン薬分してラーメン、ラーメンとはなんかちょっと面白いラーメン屋があったとかになって、そんな話を、ね、あの編集さんとしてやると、じゃあそこ書いてくださいよとか言われるとたまに書いたりする、もうこれとか俺大好き、あ、ありがとうございます、これ僕飲めないから、はい、あんまり行く機会ないじゃないですか、あ、だからここ行きましょうよ、こういうちょっとバスで感たっぷりなとことか、うん、あの地獄谷も、ね、実は入ってくるの大好きなんですよ、地獄谷も良かったんですよ、地獄谷も、ね、地獄谷も最高ですよね、ちょっと怖いというか入り、いや、そうだから一人じゃなかなか行きづらい、いや、このあれですよ、街並みは温かみありますよ、全然こっちの方がだってもう、うん、嘘だろ、マジで、ま、なんかあったとしても何もあったことないですけども、このドアから逃げればいいだけじゃないですか、いや、でも交通異常例2人とめちゃめちゃおっかねえ親父だったりしたらガラ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 っていうことがあるんですか、いや、それあんまないですね、だって、いや本当に赤ちょうちんっていうのは、あの、しかも
何ですか、そのビルの9階とかのエレベーターを降りたところに下がってる赤ちょうちんとかじゃなくて、こういう自然に下がってる赤ちょうちんっていうのはもうぼったくられないんですよ、まず完全に自然に下がってる赤ちょうちん天然の赤ちょうちん地面から生えてきたみたいじゃないですか。そうそうそう、生えてきてるようなもんですよこれこれ店ごと移動したって書いてあったらおかしいですね。なんか3年前は違う場所にあったんだよって言ってて面白かったですけど、うん、結構きちんと作り込んでありましたね本当。いやここすごいですよ、最高ですよ、焼き鳥めっちゃうまいです。おっちゃんの話もめちゃくちゃでしたね。うん、なんか常連だったから教えてもらって始めたとか、うんうん、うん、このなんかメニューがすごいんですよね、うん、この短冊のやつとか、これいいじゃないですか、うん、いやほとんど、ね、いい飲み屋の条件ってあるんですか。いやなんかこういうやっぱり、まあ、強いて言えばちょっとこの店主さんがお茶目とかなんかこういうこの店主に関してはもうすごい好きになっちゃって、うん、また会いに行きたいなとか思うんですけど、うん、そういうそこですよね。なんかこの美味しいものが100円で食べられるからまた行くとかよりは、うん、ちょっとこの店の人がすごい、ね、そう人が好きとか体験としての時間ですよね。そうですね。じゃあもし酒自身というか家で飲んだりはしないんですか。家で飲みまくってますね。あ酒が好き。酒好きですね。それはそれでね。地獄で。酒は人ですからね。要するに。そこをちょっと一回説明してもらっていいですか。もう一回説明して。いや、そういうのはもう、ただの概念なので、説明とかじゃないんですけど。酒は人なんですか。人が好きで。そうです。人が好き。人は酒だから酒も好き。だからもうイコールということですよね。入ってったこういう店入った時になんて、あ入った第一声ですか、なんかいやよろしいですかみたいな、そんなじゃないですか、分かんないけど、そんなじゃないよね多分ね。いやでもそんなよろしいですか、うん、でもなんていうか、あの古い大衆酒場みたいなとこ、はい、僕専門なので、そういう店はあんまり、あの昔から続いて、まあ、その町で続いてる店なんで、なんか嫌われてないと思う、めったなことないと思うし、うん、そういうところでたまに、うん、あの何この子みたいな感じで、はいはいはい、あの入れますかって言うと、常連、いやちょっと一元さんみたいな、ちょっと無理って言われる時が本当年に1回ぐらいあるんですけど、あでもそんなもんですか。そうですね、それはまあ一元さんお断りの店だったりするんじゃないですかね。じゃ割と実は垣根は低いという、うん、いやもう低くもう下がりきってると思いますよ、うん、あでも高いってあの多分思われてる方は、うん、思いますよ、外に値段が出てないとか、うん、そういうことだと思うんですよ。そうだって窓もないし中も見えないような店とかって、ね、アウトレイジみたいなことが行われてるんじゃないかな。いや、ま、分かんないじゃないですか、だって開けてみないと。そうそうそう、ないですかね、そういうの、そういうことなかったですか。まあ、ないですね、あの酔っ払いのじじい同士のよたよたした大喧嘩みたいなのは、まあ、たまにありますけど、やっぱりの殺傷能力が低いですから。まあまあね、今日パリコさん二子玉が来て、多分目に入るの店全部嫌いじゃないかなって思ってたんですけど、実は僕あの本当申し訳ないですけど、ちょっと早めに着いたんでバーって駆け足で街を、あもう見ましたか。はい、見て回りました。そしてあの嫌いな街並みを抜けたところに一軒あのポッと赤ちょうちんがあったんでね、そこで一杯やってきましたけど。よかったですよ、なんか。どこですか。川の方ですか。川の方じゃない。逆側。あっち側。なんかデパートの向こう側ですか。デパートの裏あたり。二子玉川商店街ってわかります。ああ、なんかあっちの奥側。のんきっていう店。のんきっていう店。のんき。味噌、ナス味噌、ニンニクっていうのね。ナスの味噌炒めみたいなのが出てくると思うじゃないですか。上品にこう揚げたナスが2段4列に重なった上に、ニンニク味噌がねちょん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 と4つ乗ったあの凝ったおつまみで、当たりでしたね。美味しかったです。じゃあこれで大丈夫ですかね。はい、はい、もう楽しい、ね、話をありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次も新しい、飲み屋期待します。大丈夫ですか。飲み屋系、飲み屋系、はい、じゃあ、はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。パリコさん面白いですね。
写真綺麗だ。ここに来るまで一杯やってきました。そう、一杯どこじゃなくて一軒にしっかり飲んでたっぽいんだよ、ね、うん、その後同じ店行ったからね。あ、みんなです。へぇー。もう一回行った。へぇー、うん。酒の穴というユニットを組んでますから。酒の穴がユニットって言えば聞こえばいいけど。飲み友達。飲み友達。仲良しだ。びっくりセール、ウェブメディアびっくりセールの隣の隣で、あ、ずっと飲んでたね。そうそう、ああ、だいぶ飲んでたよね、あれ。そう、宮部さんがすごいびっくりして、うん、お酒飲んできてるっつって言いに来てる。あれ、ああいう人だからって言って。いや、すごいんですよ、本当に。飲み行って次の店に移動する間にコンビニで酒飲んじゃう。へぇー、心配です。会社辞めたって言ってたし、ね、焼酎ハイボールが好きなんですよね、あのいつも飲んでるやつ、ね、あ、強いやつ、甘くないやつ、ね、あんまり怪しくなったりしてる、うん、ちょっと陽気みたいなのがずっと続いてる、そうですね、ハイテンションじゃないですね。デイリーポートデッドライターでもあった加藤さん、はい、今の先生の加藤さんと専属池がご出身、はい、出身です、竹井さん、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてデイリーポートデッドの林さん、はい、林です。専属池周辺をブラブラ歩いてお互いの持っている知識を披露してもらって相手をへーと言わせてもらうという。そうです、はい、自分がへーって言ったら勝ちです。勝ちです。駅前のネタ2つぐらいあります。まずこの真下にリニア新幹線通るんです。この真下に地下90メートルぐらい、連続池の下に、ちょうどこの駅のこんな感じですね。連続池駅はできないんですね。もうちょっと行ったところに脱出口を今、工事始まってるんですよ。品川から一直線でこう遠くの方に行くやつですね。あとはそこのコインランドリーが昔果物屋さんだったんですよ。池上線っていう西島美恵子さんの変化があるんです。あれの歌詞に出てきたのがそこの果物屋さんだったんですよ。林さん、こちらいらっしゃったんでしたら低い鉄橋はご存知ですか？あの1回デイリーポータルのネタに、僕隣の駅に住んでてよくここでプーテレ撮ってたんですよ。え、これですか？これすげえ。いや、これすごくないですか？これこれ肝試しとか言ってあのすげえこうやって電車が通るときこうやっているんですよ、あの電車から見たあのモスバーガーの違和感すごいですよね。長屋ですね。味のある違和感ありますね。これ結構昔からありますね、この絵は。トーマスより早いですね、絶対に。ずっとあるような感じですね。まあずっとありますよね、ここは。東急っていうかその前の池上電鉄っていう電車が専属池に駅を作った時から発展したって昔の歴史の方には書いてありましたけど。来た。おー、短いですね。さっき大根生えてましたよ。え、大根？うん、あ、大根だと思う。あの、多分これ大根ですよ。あ、はい、埋まってますかね。すごいちっちゃいですね、こんぐらい。はい、雑草化した大根ですね、これ。あの怪獣ブースカっていう、うん、昭和41年ぐらいに放送した作品の、うん、でこの商店街ロケしていくんですよ。新薬局ってあるんですよ、うん、それがそこにある豊か薬局なんですね。看板があるんですね、はい、これがそこの鈴木土地の後ろの建物なんですよ、はい、こっちの方に向かっていくと平坦なんですけど、はい、この川がもう谷みたいに削っちゃってるんで、あ、ちょっと右と左に行くともうすごい坂になる、坂ばっかりなんですよね。ここは武蔵野台地の南の外れなんで、こっちこんな感じにこう、本当だ、綺麗に谷になってる。めちゃめちゃ谷筋ですね。頑張ってますけどね。これは筋ですね。銅弾筋ですね。公害に強い。空気が悪くてもまず枯れない。こういうところの水汲んできたら、なんか勲章もとかいますか？多分いますね、勲章もは。勲章もってあれ単細胞じゃないんですよ。はあ、勲章のかけらっぽいのが1個の細胞なんですよ。あれ16個ぐらいで1個の細胞、細胞群体って言いました。
へえ、16個の役割分担的なものがあるから1000個ぐらい行くと行きますね。ボルボックスは1000個ぐらい集まってる、ね、ボルボックスって何ですか。なんか丸いやつです。ありました、ありました、はい、細胞が1000個集まると意思が出てくる。役割分担もできます。目の役割とか。じゃあ16個だとまだダメなの。ダメですね。はい、おやっぱり大きい家多いですよね。淡谷のり子さんとかの家があったりとか。はいはいはい、これは青木ですね。青木。日陰でも育つんで、こういうのが日当たりが悪いとにバーっていっぱい植える。有名ですね。これは強竹糖ですね。強竹糖。はい。毒性が強い。毒性が強いというのはその葉っぱとかですか。これは全部ありますね。皮も。幹も枝も、葉っぱがこの辺のじゃ葉っぱをポリポリで食ったり、あ死にます死にます、これやばいんですよ、結構やばいですよ。あの向かないなと思ったら死ぬ可能性ありますか。ありますあります。マジでやばいですよ。じゃがいもって皮にすげえ毒あるんですよ実は。目だけじゃなく、そうたまにバカが皮食ってなんか死にそうなってますね。なんかじゃがいもって今の食品基準だったら、はい、許可にならないぐらい毒性がある。そうですそうです、はい。いやあんなに毒性があるものが今発見されたらもう絶対に食品にならないな。あ、これ特草ですよ、特草。つくしの仲間ですよ。つくしっぽい感じしませんか。あのこれ爪とげるんで特草って言うんですよ。研ぐ草で特草。あ、爪をとこれでこうシャリシャリってやると爪が削れるんですよ、こうやって。ああ、なるほど。あの計算室の皮を持ってるんですね。ガラス室みたいなもんですよ。大田区って大森大なんとか中学校でやってる。川田にあってのそうですね。これは白ですね。白ってどこで見分けない。葉っぱがああいう風になんかヤシっぽいのが白ですよ、多分。寒冷地でも育つ数少ないヤシ科ですね。あ、ここ昔、赤塚不二夫先生が絵を描いてくれて、バガボンとかずっと描いてあったんですけど、ね、うなぎ犬とか。何ですか。ヤモリ。ヤモリ、そうですよね。手足の感じがヤモリですよね。あの真横にニョって言って。何かありました、ね、白あるなと思って。ソテツって急行色になるんでしょ。急行食になるって言われてるけどめちゃめちゃ毒性あるらしいですよ。あれ飢饉の時に食べるっていうんで種が結構オレンジの種がゴロゴロつくんですよ。ソテツはなんかその名前の由来は、はい、蘇る鉄って書くんですよ。なんか枯れそうになった時に釘を打ち込むと蘇るからっていう伝説があって、嘘らしいですよ。全然嘘らしいですよ。そんな植物ないって。めちゃくちゃの話ですね。そうですよね。じゃあソテツカッコ嘘って言わないといけないです。そうです。意外にこの構造珍しいんですけど、昔はそこが全部あの歩道橋だったんで、すごい駅前が狭かったんですよ。専属駅は水を全部抜かれてないんですか。あのたまにやりますね。あの昔は冬にやってたんですけど。加藤さんやっぱ池の水全部抜くやつ好きなんですか。いやあれなんかちょっともやっとしますね。もやっとするためなんですか。なんか殺すなよって思います。あ専属駅綺麗に見せるためにそこら辺 あの家とかを撤去しちゃったんですね。あそうなんですか。そうなんですか。3軒かあったんですよ、燃料屋さん。すごい昭和感すごいですね。そうですね。いつの間にかなくなって重油とか売ってるんですよね。重油、まあ加藤正幸さんですね、久しぶりです。久しぶりみたい。加藤さんも記事書いてないですね今ね。そうですね、うん、でも1年ぐらいなんだね、書いてない。そうなんでしたっけ。そうか、もっと長いから。そうそう、もっとね、まあ、前もそう感覚が割となんかね、長かったから。なんか出世して、あ、なんか言ってました。なんか中学教頭先生みたいなやつなんですよ。ええ、そう教頭先生教務主任かなんか。そうそう、ちょっとそう、偉くなった先生まとめるぐらいの、うん、そうそうそう、管理職って言ってましたもんね。地下90メートルぐらい。そう、リニアが、ね、専属池も、ね、専属池の水が抜ける問題。あ、みたいですね、なんかそれで、うん、あ、水抜けるんですか、専属池。いや、抜けるって言ったち、なんかその、穴とちょっとなんか近くなってるのがダメなんじゃないかとか。でも専属池そんなに深くないと思うんだよね。90メートル。そんな底なし沼じゃん。だってあれの歌詞に出てきたのがそこの果物屋さんだったんですって。あ、そう、これでですよ、じゃがいもが。あ、じゃがいもね。そうですよ、そのビル真ん中ぐらいです。うん、この階段は怖かったの。その商店街に入ってから加藤さんが理科の地域と、もうちょっと抜けて、加藤さんはほっといても全部草何か分かるらしいんですけど、まあ、これ自分から言うことはないんです。あ、で見えてるのが全部こうもう分かるんだ、草の名前が。世の中がすごい情報多いだろうね。そうだね、うん、俺だと草みたいなのが全部、ね、そうだよね。まあ伊藤さんもある意味いろいろ多そうだけどね、うん、空気が悪くてもわずかにないっていう。
章もいますね、勲章も。勲章もってあれ単細胞じゃないんですよ。植物がすごい好きな生物の先生、生物の先生カモとかわかんない。あ、カモは詳しくない。ああいう動物とかは詳しくない。すごいカレカレに枯れたスズランだっけ。アジサイ見て可愛いですねって言ってた。あれでしょ。わかんねえな。でも植物は枯れてても可愛い。でも枯れ冬枯れしてるだけでまた復活するらしいんだよ。ああ毒で毒。ああこれね。強竹と。強竹と。強竹とです。毒性が強い。安藤さん、これ絶対これだけはやらないよ、ね、なんか、ね、あのテンション上がってもこれは生産カリよりも強いって感じますね。覚えとこ、覚えとこ。周辺土壌にまであるから、あれの下に生えてる草もちぎって食べたらもう毒だよ。あれですよね、花が公園で花が咲くやつですね。よくある木ですよ、うん、そう、よく見るよね。そうっす、これ見て怖くなったんですよ。そうです、そうです、はい、もうあと。あんなに毒性があるものが今発見されたら絶対に除菌なんか。これ特殊です。つくしの仲間です。つくしの仲間。これつくしなんだ。つくしの仲間。草ね。ありますよね、この草ね。草です。でもさ、つくし食えるけど、特殊は食えない。ガラスってね。めちゃめちゃ硬いです。これは種類ですね。葉っぱがああいうふうになんか安いっぽいのが種類です。寒冷地の数は少ないんですけど。知ってるなぁ。白と素鉄で、加藤さんと外行くと面白いね。そうですね。平坂君も面白かったですけどね。あ、教えてくれ。平坂さんは元祖ですよね、これね。ストヘイじゃないから。ストヘイだよ、企画の発端となったら平坂君。平坂と生き物で平坂。生き物の日向坂が後に情熱大陸、そうですね、そうだよね、あるね、そう考えると加藤、そうだね、情熱大陸が植物が情熱大陸の植物さんとウェルカムバッターないかないよね。これが晩御飯のおかずを買いにスーパーへ行った時のことです。鮮魚コーナーで値引きシールを持った人が刺身にシールを貼り始めたのが見えました。チャンスと思い、狙った刺身が値下がるのをしばらく待っていましたが、まだ時間がかかりそうでした。そこで他の売り場を先に回り、鮮魚コーナーに戻ると、狙っていた刺身が安くなっていました。ドヤ顔で有能な自分アピールをしつつ帰路につきました。卵を買うのを忘れていました。それ急にそれ出てきたっけみたいな話が、ね、そう、いや、これすごく安く刺身が買えて有能だなと思って帰ったんだけど、買い忘れてたっていう、買い忘れがあったっていう。そうそう、卵忘れた、うん、冒頭に卵を買いに行ったんですけど、このカットがいいんですガリマタ、ガリマタに、ガリマタって言われてるからこう反映されてるから、すげえいいなと思って、有能さをね。刺身チャンスがちゃんとしじみチャンスみたいなの分かってる人ってすごかった。え、本当？あ、本当？すごいね、その人。県庁所在地の駅で一番しょぼいですけどね。これが駅ビル、駅板。駅の北にあるんで、駅板っていう。あ、弟伊藤洋華堂のちょっと跡があるんですけど、あそこに。うっすら伊藤洋華堂って。なんかこう、ちょっと、ね。なんで綺麗にしたいんだろうって思うんですけど。商業ビルにしたかったらしいんですけど、はい、結局パチンコ屋になっちゃったんで。駅前の一等地ですよ。
フロアじゃないですよね。どんなオフィスがあるのかって。暗闇です。LINE で友達追加してアンケートに答えてね。簡単だからチャチャっとでき。まあ長崎行きましょう。とりあえず。なんかあれば案内したいんですけど何にもないんで。行っただけですよ。もう見どころは。ないですよね。俺が使ってた音楽スタジオがあるんですけど、本当に見てもしょうがないですか。あでも動画のネタになるかな。なんないです。愛憎っていうか結構憎しかなかった、うん、俺もなんか、ね、愛機一応入れとこうかなと思って。まあ一応ね。緊張しないといけない。いきなりディスだから、ね。結構しょぼいなあれでしたね。緊張しない。まあでもね、もう一個の方が栄えてるんでした。高崎は栄えてる。栄えてるみたいな。ガランとガランね。これ最初はさ、店が結構入ってたのかな。洋華堂があって、物産館にしようとして。そうか、1階から洋華堂だったのか、前は。飛び出してくるもんね、これ。こんな早いことに北村さん、あんま見ないよね。ね、うん、真っ暗が帰る。自分が憎んだ、そう場所が自分の扱う範囲になってきたっていう、ね、なんか軽い復讐みたいな。嬉しそうでしょ、俺の範囲で、ね、B 級スポットになってきたぞっていう、うん、心拍数を測るおもちゃを 2.9 ドルなので3個追加で買いました。300円ですよって、これが1個。めちゃめちゃ安い。ああ、今どん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 走ってますよ。なんかね、言われるとなんか焦るんですよ。催促されてないからすごい遅れてる原稿とかないですか。催促されあります。ないのに今全部片付けたんですよ、ここ。偉い。偉い。なのに、一番にね。なのに知ってる。ありますとか言ってる場合じゃ、かなりないやつがあります。すごい。初めて生き残った。ないんですね、井口さん。ないです。おお。皆さん、確定申告できますか。まだ。井口さん、全くですか。7割です。木田さん、確定申告終わってる。終わってないですね。あれ、あ、でも冷静ですね。諦めの境地ですかね。井口さん、今のテープ起こし3時間ってどれぐらいかかります。3時間、3倍はかかるんで9時間とかもうちょっとかかりそうですね。全員が不安を感じた。テープ起こしは怖い。テープ起こしと聞いただけで上がるよね。上がりますよ。あ、これでそれ心拍数プラスで買ったんですよね。そう西村さんがすごい動揺しやすいってことが分かって、これ途中で橋田さんが消えるんですけど、橋田さんだけキャリブレーションが終わらなくてずっとピロンピロン言ってたから、あの引っ込んでてくださいって言って。あ、これも切れる。まあ、あとだってね、橋田さんは、原稿とかはないから。木田さん似合う。そうだね、ああいうの似合う。全部片付けたんですよ。テレタビーズみたいですね。あ、未来のクリエ。クリエね。青木。どうでしょう。青山です。紳士たるもの。新シップについては詳しくないといけません、はい、そう、もちろんね、今日は青山店舗のプリントアウトして持ってきました。はい、ロゴに5箇所あります。スーツ売ってる店だよな。そうですね。そんなもんわかんだろう。でも普通最大のおお、これは青山か春山か青木。これは、あ、三つともあるね、これね。はい、アムさん。青山。まあ、当然。
知ってるっていう状態ですね。まあ会社員ですからね。会社員。あ、これもだって青山でしょ。そうですね。これは春山。あー、青木ですね。青いから青木ね。オッケーオッケー。青山。あ、青山。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、おお、俺は一緒だね。あ、これちょっと分かんないの出てきたね。これは分かるよ。これは青山でしょ。青木じゃん。あれ青木か。青一色は青木なんだね。これは青一色だから青木じゃないのかな。あー、春山じゃないですか。春山さっきと違うじゃん。これは赤が入ってるから青木。青木青木どうでしょう。青山じゃないですか。青山でしょ。もう分かった分かった。青いから青木。あ、そうだね。もう青木は分かったわ。あ、赤が入ってるから青山。これは青木じゃないですか。これ全然違う店じゃないから。これは確実に青山じゃないかな。赤が入ってるから。こんな感じじゃないですか。選択肢ないじゃん。こんな感じ。あたら初めて出てきたでしょ今これ。え、あったっけさっき。こんなないです。そうがないよな。これは黒いんですね。これスーツカンパニーだよね、これ。あー、それがね、うん、これね、青くないんですね。青くないの、これはね、これは業務スーパー。いや、春山なんですね。これは普通に見ると青山だけど、はい、小中な可能性もあるよな。いや、普通に見ると青山なんだよな。春山もな、これいる。小中、もう小中一回だけ外す可能性があるからな、うん、青山。あー、小中じゃないですか。この赤の大きいの。小中2回来んなよ。2回来んなよ、小中。これ最後か。これ H が見えるね。お、春山かな。お、お、春山だと思う。正解は、ほら、よし、あれ青山。春山なんですね。しかも安藤さんが言ってたのは青山の方ですね。わかんないよ。で競合店がぶつけ合ってるっていうのがたまにあるんですね。一個にしろよ。全部紳士からほど遠かったと思う。みんな青と赤使いすぎやん。そうだよね。青をベースにして、小田切もそうですけどね。青をベースにしてちょっと赤を差し入れ使うので。みんな慶応だってそうじゃねえ。阪急だってそうだよ。阪急もそうだよね。なんか名前が似てるなと思って、青山、春山って言って、青木がちょうど中間やな。あ、そうか、そうか、そうか。そうか、そうか。そうか、青木春山の中間が青山。じゃあ青山が正解だね。そう、選択肢がそういうのあったんだ。そうですね。一番共通点になる、ね、うん、全部青山って言えば半分ぐらいはね、当たったの。そうですね。これ途中で小中出てくる。ああ、そうそうそう。家に帰って検索したら、名前って似てるなと思って検索したら、あれ？どうも似てるぞってなって。青と、青をベースに赤が入るみたいな。でも小中は赤なんだよね、赤ベースの。いや、この青山と同じですよ。春山。ああ、春山が赤。春山の基本は赤ベースらしいんだけど、今日は、あ、これは青のやつ選んでて、この赤もでも赤ベースかもしれないですね。うん。いまだに分かんないもん。これコナカ。これはコナカ。でもコナカって文字のところに赤が入ってるので、うんうん、赤が強い。でも赤と青の、ね。もう一緒でいいんですよ。全部ね。これスーツカンパニーだよ。ああ、それがね、それがね。これはね、業務スーパー。もちろん、だんだん疑いがね、小中が入ってたからね。卵とか食べんだよ。お、辛い。一気に居酒屋の感じです。辛いな。あー、おいしい。辛いな。もうすごい春の香りがするよ。これ、あれうまいもん。これあれだよね、あの味噌つけて食べるやつね。そう。エシャレ。エシャレ。エシャレ。そうですね。辛いんですよね。辛いでしょ。対応どうすか。いや全然、はい、その国に住んでるからといって話せると思うんだよ。こんにちは、デイリーポータル Z 反省会です。司会の古賀です。そして編集部から、はい、石川です。今日のゲストはこの方。
はい、ネルソン水島です。はい、ネルソンです、よろしくお願いします。お願いします。ネルソンが、はい、東京に来てるということで呼び出しました。来日記念公演。そう、なので、普通の公開収録とかそういうやつじゃなくて、うん、水島さんが来れるという日にね、もう ぶち込んで無理言って撮らせてもらってますよ。今日予定を3つぐらいぶち込んでますからね。ちょっと言っていいですか。そこで僕ね、うん、さっきね、もしかしてと思って、うん、昔書いた記事見てたんですけど、はい、今日って、はいはい、僕の記事が初めてデイリーで公開されてから、うん、ちょうど4年なんですよ。本当に。ちなみに今日2月12日です。そうそうそう、ちょうどなんですよ。ちょっとそういう大事なことを、そのデイリーポータル本誌に。書き下ろしのやつ。はい、そうそう、初めての。あ、本当だ。ね。あ、ね。これだ。メコン川クルーズもどきだ。そう、今日2月12日。おめでとうございます。いやいや、ハッピーバースデー。経緯を説明すると、水島さんがデイリーで書き始めたきっかけっていうのが、新人賞っていうのが4年前、うん、あれ、初回の新人賞だよね。そうそうそう、っていうコンテストがあって、そこで、ベトマルっていうそのベトナムのサイト水島さんがやってて、で、そこの記事を応募してくれて、それが入賞したのがきっかけだったんですね。うん、そうなんですよ。一番最初に書いてくれたのが、そう、15年の2月12日でした。そうなんですよ。よく思い出したね。いや、なんかこのあたりだったんじゃないかなって、あ、まあ、2月か冬の、ね、そう、1月か2月かみたいなんで、うん、見たら、ちょっと数日ずれてっても近かったら奇跡やなって思ってたんですけど、ドンピシャだったんですよね。っていうより僕今日呼び出されたのってなんかこれに合わせたんちゃうかって、はい、ちょっと思って。いや全然普通に東京いるらしいから今夜ぐらいな感じで。いや、なんかサプライズでこうパチパチされたらどうしようってちょっとそわそわしながらだったけど、あ、全然あれですね。いや、気づいて叱るべきでしたね。あ、いいえ、そういうアニバーサリーをね。そうですよね。これは我々の。でも本当にミスでしたね。いや、ありがたいことです。こんなもう4年そう書いてもらってるんだ。ちょうど4年経ちましたね。4年か、何本ぐらい書いてるんでしょうね。もうね、もう100本はあるね。まあまあ、それ以上は言ってるはずですけどね。すごい書いてますよ。もうすっかり、おなじみのライターになったかなという感じですけれども、まあ、とにかくネルソン水島といえば海外ネタ。はい、そうですね、海外在住だった。もともとはベトナムに住んでて、うん、からの最近はタイの記事が。そうです。なんか海外人っていうサイトも運営していて、はい、その時に対談をやったじゃない。はいはいはい、だからその時にある程度このなぜタイに行くのかみたいな話をがっつり聞かされました、ね。はい、しましたね。ね、なんかなので、あ、そうなんだみたいな感じで結構、あちこちブラブラというか、あ、合ってます合ってます、してるのかなという感じですけど、はい、はい、ちなみに前回、1月は日本タイの日本人向け古本屋、そう、はい、コロコロが売れてるっていう、そう、はい、雑誌が売れるっつうのが意外だった。雑誌ね、まあ、基本的に週刊誌とかだと大体1ヶ月遅れで入ってくるみたいな感じはあるんですけどね。でもやっぱりまあバンコクも日本人が10万人ぐらい住んでるって、そう言われてるんですよ。ベトナムのなんだっけ、 5倍とか書いてあったよね。あ、はい、そう、まあでも大体それくらいだろって言われてるんですけどね。へー、ざっくり、まあ、めちゃめちゃ日本人の多い街なわけですよね。そう、でなんか私さ、そのやっぱ旅してる人が、タイに長期で旅してる人が、その文庫本とか買うのかなと思ったんですよ。ああ、なるほど。旅に行くとかって、文庫本を読むイメージじゃない。文庫本を読んだ文庫本を売って、で新しいの買っていくのかなとか思ったら、全然違うね。全然なんかイメージと違くて、すごく生活に密着した。そうですね。でも海外行く日本人も、もう旅をしてる人間か、もう住んでる人間かってきっぱり分かれてて、で、まあ、常に買い物を現地でするっていうのはやっぱり住んでる人間ですからね。なるほどね。でもジャンプ、少年ジャンプとかを、まあ、もう日本で読んでて、それでこう会社から事例が下って行く、もうジャンプ読めないみたいな感じだったら、そういう人たちがもうやっぱもう中毒みたいな感じになって、でジャンプ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 はもう全然大事です。でも本当生活の場なんだなっていうふうに思いましたよ。まあ、これこういうその出てくる話自体は割とそうだろうなっていう想像してたんですよ。そうなの、そうなの。このインタビューを読むと、あ、わかるっていう反応。そうそうそう、そんなに驚いてない。そうだよね。で読み手は驚くけど、この記事の中の人たちは結構、あ、なるほどねなるほどねって感じで記事が進む。結構水島さんの記事ってそういうのが、魅力だと思うんですよね。割とこう、現地に溶け込んでいるから、この、あんまりこう、なんていうのかな、
リアクションがこうわざとらしくないっていうか、あ、はい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 って感じで取材してるし、レポートしてる感じがします。もういつも悩みますけどね。あ、そうなの。悩むっていうか本心で書くしか結局ないかなって思うんですけど、そう、読者からしたら、日本に住んでる人からしたら、まあ本当そんなことあるのってなるじゃないですか。まあそうですね。意外にも。うへーっていうことばっかだから ね読んでると、僕も一緒に驚くんやおかしな話だしっていう感じで、はい、そういうところ楽しんでもらえると嬉しいなっていつも思うんですけどね。で、そんな水島さんが編集をしているのが海外人で、はいはいはい、海外人の記事もデイリーポータルは月に1本載せさせてもらってます、はい、と。いやいやいや、それに関しては石川くんと水島さんの対談が詳しいんですけれども、うん、最新回が話題の墓嵐と呼ばれた岐阜の過去、はい、これは大きな話題になりましたけど、タイトルのパンチ半端ないねっていう。いや、うん、墓を洗うね、まあ、さっきも言ったんですけど、読むとそんなに、うん、あの本気の悪党ではなく、ちょっと流れでそうしょうがなくそうなってしまってあのっていう話でしたので、そうそうそう、皆さんどうかあの落ち着いて安心して読んでもらいたいんですけどね、はいはい、でこれ元の記事は、うん、元の記事って墓荒らしてタイトル入ってなかったですか？入れてなかったです。あ、そうかそうかそうか、そう、はい、だってこの奥川さんの義理のお父さんなわけだし、ライターの方のね、ライターの人間関係もあるし、あの親族ですからね。そうそう、あ、そうだから奥川さんにもこれ墓荒らしってキーワード使ってもいいですかねってお伺いは立てたんです。あ、そうですね。え、どうでした？あ、もう全然そのタイトルで OK っていうのもらったから、もちろんもう安心して墓荒らし墓荒らし墓荒らしだって言って、このキーワードにまあみんな気になってほしいっていう思いでこのタイトルに。でも奥川さんがそれで OK って言われてくれたよ、それが良かったですね。そうそうそう、だってすごく仲良くしてるじゃない。そうなんですよね、ものすごいやっぱ愛のあるインタビューなんですよね、うん、読むとね、本当に、ね、海外人も本当に順調に記事数を重ね、はい、そうですね、うん、もう皆さんライターさんもね、うん、ずっとあの一緒に書き続けてて、いや、そうなんですよ、あのね、うん、もう国のね数が半端ないですよね。いや、ありがとうございます。そうですね、うん、あの海外人のあのトップに行くとエリア一覧っていうのがあっても、うん、っていうか国旗がね、うん、並んでて、ポーランドとかあるんだよね、はい、なんか、はい、水島さんがやっぱ、アジア得意だから、うんうんうん、その辺の方が多いのかなって思ってたんですけど、うん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 、ポーランドとかドイツ、ね、うん、あります。そうですね、うん、最初は、うん、まあ、アジアの方も多かったんですけど、韓国の方とかすごい書いてますよね。そうですね、うんうん、もうすごい精力的にネタ出ししてくれて、うんうんうん、結構続けてるとあの本当にいろんな国からこう問い合わせが来て、うん、はい、書けますよみたいな。そうそう、実は今朝もあのメキシコの方から来ててみたいな感じで。そうなんですよね、みんな住んでるからね、あっちこっちね、なんだかんだね。まあ、海外に住んでるライターさんって、うんうん、まあ、たくさんいるにはいるんですけど、はい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 、やっぱりその主に仕事がこう、うんうん、旅行系のものが多いっていう。はい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 、なるほどね、うんうん、で特に、まあ、韓国のライターさんや他のライターさんもそうなんですけど、うんうん、あんまりこういう文化についてのものを書く機会がこれまでなかったと。じゃ あ, あのお店紹介とかそういうのが多いってこと。そうそうそう、うん、お店グルメ、まあ、観光地っていうところで、するとまあ大体同じことの、まあ、何でしょうね、まあ、まあ、媒体が違って同じネタを書くっていう形になるじゃないですか、はいはいはい、だけど本当に住んでる人間からしたらさっきの、コロコロの話を言ってるんですけど、そういうあの住んでるからこそ分かる面白さっていうのを伝えたいって感じてる人が多いんで、うんうん、カルチャーショックをね、そう、うん、そういうところで多分問い合わせとかもらってるのかなと思うんですけどね。あんまそういうこと書くところって意外にないんだ。ないんですよ。へえ。そういう文章を海外人以外で読んだことがあんまない、ね、ないね。分かってほしいんですよ。伝えたいね。伝えたい。そうだ、そういうのってどっちかというと個人ブログとかに書いてある。そう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 、そうなんですよ、ね。みんなその滞在記みたいな感じでね、うん。それをまとめて読める形にしたっていうのは、うんうんうん、確かに。なんかメディアのあり方として、ね、うんうん、そうですね。新しい新境地を開いたと。ありがとうございます。震えますね。いろいろその始めるときにどういう見せ方するかって考えたんですけど、はいはいはい、その、まあ、ウェブメディアって、まあ、うんうん、なんていうかちょっとシリアスな話になりますけど、ウェブメディアって結構記事でもうあの向いてる方向がバラバラ。いや本当にそうですね。で、まあ、それはライターさんが書きたいことをまあ重視してるからだと僕は思ってるんですけど、うんうんうん、だけど雑誌とかはまあ特集を組んでたりとかっていうひとまとまり感があるじゃないですか。そうですね。そう、
で、あのそういうものを出したいなと思って、うん、今特集考えたんですけど、でもそもそもその前にあのデイリーでやってたじゃないですか、うん、肉特集とかね、はい、そうそうそう、旅特集とかね、ありました、ありました、そう、週をテーマで絞ってそれだけの記事を出していくっていうのをデイリーポータルでやったんですよね、うんうんうん、肉とかなんだっけ、あとなんか肉工作だった、工作でもそうですね、イカ特集ありました、イカ特集もあった、あ、やってたやってたやってた、あ、そう、それありました、ありました、はい、そうだそうだ、でそれ結構僕の中では衝撃があって、こういう見せ方あるんだと思って、でさっきの雑誌の見せ方もこう踏まえてやってみようっていう形でやってるっていう形、まあそうですね、へー、なるほどなるほど、でもその対応どうすか、いや全然、あ、そうなの、そうなのよ、この人本当そうなのよあのね、びっくりするぐらいね、あのそのまあベトナム語はだいぶわかるようにはね、まあ、まあ日常生活のね、そう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 、ね、そのそうだよね、そのデイリーに書き始めてくれるような2015年とかかの辺の時に初めて会って、はい、で、あ、あのベトナム語とか堪能でいらっしゃるんですかって言ったら全然わからないですって言ってて、はい、マジかっていう、はいはいはい、すごいベトナムに住んでベトナムで、はい、現地でも仕事もしてんのに、うん、どうなってんだろうこの人って思ったのが、うん、結構本当に最初の第一印象ですよ。いやでももう言わせてほしいです、はい、これはね、あの別にベトナムだけじゃないです全世界的な話で、はい、話せる堪能な方には申し訳ないですけど、はいはいはい、その国に住んでるからといって話せると思うんだでもなんか記事になんかベトナム人の友達とかいっぱい出てくる、うん、そう、ガンガン出てくるの、まあまあまあ、なんか友達もいいんですよ、そうそうそう友達がいる、どういうことなんですかね、全然わかんない、いや、あれベトナム人の方とシェアハウスとかめっちゃしてますね、はい、ずっとね、はいはい、してましたね、いや、まあ、あの辺はまあその最初に聞いたベトマルをやってて、はいはいはい、結構日本に住んでたことがあるとか、うん、日本語を勉強してるっていうそのベトナム人の方が発見してくれたんですよね、あ、日本人の人で、あ、ベトナム人の方、ああ、そうなの、うん、日本に住んでたベトナム人の方、まあ、日本ゆかりのベトナム人の方が僕を見つけてくれて、うんうん、でまあ、それで結構連絡もらって、うんうん、あ、ベトナム経由、そうなんです、あ、そうか、ベトナムを読んで日本語を勉強してたってこと、順序としては逆ですね、あの日本語を勉強したことがある人が、あ、なるほど、はい、でまあ、そんなベトナムのことを書いてる、日本人って、まあ、言えばそれこそ観光とか以外のテーマで書いてる人なんてほぼいなかったんで、すごい嬉しいって言ってくれて、手伝いたいって言ってくれて、それからその日々通訳とかを、そう、通訳の方がそうだ、そうね、そうそうそう、お願いするようになってっていう形だったの、よかったね、よかったねいや今というか最近はどうなんですか、そんで最近、うん、まあ一回仮釈放いやいや別に拘束されてるわけでもないので、ええ、こうね、そう見てる読者の人は断片的な情報しか知らないから、そうか、あ、捕まったんだなって今思いました。いや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 、そんなんライター対応すんの？その海外人が始まる時の石川君と水島さんの対談に、うん、あの。ずっと海外にいるから日本に来ることを仮釈放ってなんか冗談で言ってたんですよ、それを出しただけです別に逮捕もされてないし悪いこともしてないです、前科なしなんで、前科もないで、はい、あの綺麗な体ですはい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 、いや、あのまあタイに、はい、まあ、いて、でもうそろ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 こう生活がマンネリしてたんで、あんまりライターとして行ったっていうよりかは、うんうん、まあ、編集、あ、そうですよね、そうそうそう、今そうそう、編集者としていろんなそのライターさんたちに会いたいなみたいな思いで行ったんで、うんうん、でももうそろそろいいかなみたいな、うんうん、あ、もう 100% まあ目的は達成したから、そうそうそう、達成したからっていうことで、うんうん、じゃあちょっと次どこ行こうかなみたいな、あ、そうなんだ、はい、どこ、まあ、じゃあ考え中って感じですか、いや結局ベトナムなんですけど、あ、そうなんだじゃあ、まあ、古巣に帰るという、古巣に帰るということですね、なるほどね、じゃあもしあのデイリーポータルもまたベトナムの記事が読めるのかなって、そうなるはずです、あ、なるほど、はい、じゃあ皆さん期待しましょう、はい、はい、きっと流暢な通訳の方も戻ってきてくれるんじゃないかなと思います、でもベトナム語に関してはね、もうだいぶね、うん、そこそこは喋れるもんね、まあ取材はうーんまあでもあのもう本気で勉強しますあ、そうですか、はい、もう次戻るんだったらね、骨の半分くらいはもう埋めるつもりで帰る、半分埋めるんですね、半分全部じゃ出てるじゃないですか、はい、言い残したことないですか、言い残した、あ、タイからお土産を、あ、そうだそうだ、ごめんなさい、そうだ、それをはい、やったね、もう全然僕はこのお菓子なんですけど、やった、はい、うん、あの回しもんとかじゃないんですけど、え、何、もうほんとこれ美味しいんですよね、初めて見ました、グリーンカレ ー、そうそうそう、これバンクッキーで、まあ、いわゆるおかきですね、ライスクラッカーなんで、それであのグリーンカレーとかプーパッポンカレー、うん、なんかカニの美味しいやつとか、うん、トムヤムクンとか、うん、タイ料理のフレーバーが
へえ、はいはい、初めて見た。カルディにも売ってないです。あ、そうなんですか。やった。やった、嬉しい。めちゃくちゃ美味しい。あ、本当ですか。ありがとうございます。食べる時間ないから次の人来ちゃうかな。あ、今ノックの音がしてるけど、ね。あ、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。後でいただきます。はい、はい、ではネルソン水島でした。はい。動くネルソンが見れるのは珍しいです。そうか、そうですね。動くだから。初めて見たか。なんかそう動くネルソンさん見れてよかったみたいなコメントしてました。こんにちは。デイリーポータル Z 反省会です。ベッドタイ。タイ。タイ。タイにいたんですよ、ね。あ、今はもう今日本に来てまたどっかに行く、うん、とか行かないです。バンコクはそんななんか短い間だった、うん。またベトナムに行くみたいな。でももともとベトナムにいたんですよね。うん、だってベトマル。ベトマルですもんね。画面に藤原が映ってる。反射で。本当だ。音量は。さだこ、さだこ。うっすら。そうそうそう。初めて。あ、本当だ。長いんですね。4年ね。うん、そうだね。4年経つね。新人賞でしたもんね。うん、そうです。画上演って言ってた。ああ、画上演の。え、あの前じゃない？え、いや、画上演の時は。画上演の、あ、そうか。うん、あの時はまた違うベトナムの人だったんです。へえ。そうでしたっけ？うん、そう、バイク乗ってた人。そう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 。あ、そうか。あ、別でしたっけ。画上演の前って何、あの、いや、普通に記事鑑賞やって、ダチョウかなんかに乗り合ってた。あ、そうですよね。そうですよね。はあ、ガジュエンのベトナム人は別のベトナム人ですか。あれ、ただ、さ、ネルソンと江ノ島は同期？いや、違うと思う。それは違うか。江ノ島は…江ノ島は…あ、でも江ノ島と一緒か。江ノ島の方が先？いやいや、下っていうのは、うん、もう最初の記事対象でしたっけ、うん、じゃあ。ネルソンが面白かった。そうですね。多少による記事でしたね。うん、4年も経つんですね。うん、はい、4年か。メディアもすぐ長ならないですかね、ネルソン。ね。でもすごい、一回記事にしてるから、ね、趣味だよね。つくたび、はい、その男を凶暴につきっていうね、はい、有名な映画あると思うんですけど、その何々何々につきみたいな感じで、はい、何でも当てはめればバイオレンス映画になるんじゃないかと。ああ、タイトルみたいにね。はい、わかりました。ちょっとやってみましょう。はい。その自販機巨大につき。なるほど。その駐車場、空車につき。あ、なんかいい日本映画っぽい。あ、もういい。もうその空、青につき。その空、青につき。2回言いますね。このコンクリート、ひび割れにつき。あ、このって言っちゃったけど、それそれはそのにしよう。ですはい、はい、そのコンクリ重しにつき。もうだんだん何が正解かは分かんなくなる。もうちょっと生かして。大丈夫。手応えないから、あと2ターン。俺全く手応えないけど、ずっと OB を打ってる。うん、まあこんなもんかな。じゃあ1個だけいい？はい。その隙間、アロエにつき。以上です。わざわざ引き返してわざわざ引き返すレベルではなかった。ヨーロッパの暗い旅、東京ロケがちょっとたまにあるよね。ああ、そんな劇場ですね。そんな劇場、そんな劇場から外に出てる、うん、この前テレビ編のやつが多摩川の向かい岸で割と近かった。そう、生きてるんですかね、今。うん、なんか、カルディメントやってますか。あ、そうだよね、やってた。1月末かな、2月か。
あれ、クライタビキャラバンじゃなくて、日本映画っぽい。もう、その空、青に付き。その空、青に付き。もう一回言った。反応が薄かった。絶対に反応が薄いっていう。手応えないままに28本ぐらい見てるじゃないですか、うん、長かったですね。楽しい1ヶ月でした、はい、もう暖かくなってきましたね。そう、来月やる頃にはもう3月下旬で、もうね、半袖ですよ。あ、ランニングだ。ちょっとね、宮城さんが来たらびちょびちょですよ。我々のランニングは着る。ランニングにしましょうか。やってる。なんかイベントあるんですか？イベントとかない？ない。はい。じゃあまた来月。春が来ますからね。さよなら。はい、さよなら。